山本周五郎作。宗近新八郎。一。新八郎は、あっと言った。御意打ち。そうだ。広林六郎右衛門は、濃い眉の下から、底光りのする目で、じっと新八郎を見守りながら、畳みかけるように続けた。剣持殿の千法堀は、おみたちも、 かねて聞くところであろう。ご主君のご病気を良きことに、藩の政治を、己の一存で切り盛りする。それは良い。剣持殿は、優れた政治家だから、多少戦後でも、お家の御ためになる間は、黙っていて良い。しかしながら、権力を握る者は、ともすると、権力に毒される。お家の御ためという覚悟が抜けて、 いつか己の一心一家を利する心が起こるものだ。六郎衛門は懐から一通の書き付けを取り出し、新八郎の手に渡しながら。これに、剣持殿の罪状がしたためてある。念のためよく読んでみるがよい。一日早ければ一日だけお家の災いが少なくなる道理だ。方法はどうとも望むままに任せる。 うち損じの内容を頼むぞ。お言葉を返すようではございますが、新八郎は静かに目を向けた。御勇士とは軽からことで、殿様より直々の仰せつけならでは口にすることのできぬものと聞いております。おじきのご上位を受けたまわりたいと存じますが、もっともな申し分だ。けれどもお上には今ご描画中のことで、 その儀はかなわぬ。それで、老職の身分をもって、わしが申しつけるのだ。もしそれで、承知できぬとあれば、辞退して、差し支えないのだぞ。もっての他の王政、ご上位とあれば、身を捨てても、必ず仕留めます。そうか。そのもとなら、抜かりはあるまいが。剣持殿は老年ながら、子ちの名衆、心してやるがよい。そう言って、 六郎衛門は手を伸ばし、用意してあったらしい枯れ包みを取った。左称ではあるが、ロギンだ。守備よく打ち取った上は、しばらく当地を立ち抜くがよい。立ち抜くのですか新八郎は意外そうに目を見張った。六郎衛門はうなずいて。余裕討ちとは言いながら、剣持殿は一般の上代ろう撃ったものがそのまま留まっていては、 面倒が起こらぬとは限らぬ。家中が静かになるまで身を隠す方がその元のためでもある。よく、はい、わかりました。新八郎は書き付けを懐にすると差し出された金包みを押し返して。では、仰せの通りいたします。しかし、自分にもいささかの蓄えがございますから、これはそちらへ、お納め願います。いや、 わしの尊志だから受けてくれ。お志だけ頂戴つくまずります。では、これにて。そう言って、新八郎は立ち上がった。外へ出たが、引き受けた役目の重大さに、心はなかなか静まらなかった。戸沢剣物は、日立の国・田綱藩、中村信濃の神の上代画廊として、10年に余る年月の間。 反省の中枢を握ってきた人物であるが、その失勢ぶりが先制的なので、近年、富に評判が悪く、家中の一部には、切ってしまえ、という過激な論さえ出ているくらいだった。新八郎は、そういう評判も聞いていた。けれども、彼は常に、弱敗の者ども、ご政治向きについて論ずるべからず、という家法を守って、 そういう世評には決して耳を貸さなかった。誰しもお家のために神明を捧げて働いているのである。悪評する者も、またされる者も、みんなそれぞれの立場でお家のためを思うからこそだ。ご政治向きのことなどを詳しく知らない弱敗者が世評に惑わされて騒ぎ立てるなどは、最も慎まなければならぬことだ。 新八郎はそう考えていた。それが突然、剣持魚医打ちという重大な役目を申し使ったのである。魚医打ちといえば、利比と遺憾に関かかわらず、打ち止めなければならない。上位とあれば打とう。その決心はすぐについた。同時に剣持を打つからには、自分もその場で切腹する覚悟である。 六郎衛門はしばらくは身を隠せと言ったが、新八郎にはそんな気持ちはなかった。打つからには自分も生きてはおらぬ、と固く心に決めたのであった。二。胸近新八郎は二百国の書院番でその優れた男ぶりとずば抜けた剣の名手とで家中に知られている。 しかし、性質は、どちらかというと、女性的なほどおとなしく、道楽に尺八をたしなんでいるが、その道でも、並々ならぬ、天文を見せていた。むしろ、剣を取って、家中随一の技を振るう時よりも、当然として、尺八の音に酔っている姿の方が、彼にはふさわしいくらいだった。父も母も、すでになく、家庭は寂しかった。 その年の春先に縁談ができて、秋には妻を迎えることになっていた。相手は奥良奉行、殿村郷兵衛の娘で、おぬいという。ことに堪能な乙女で、しばしば御前へ召されたし、時には新八郎の尺八と合奏したこともあった。そんなところから縁が結ばれて、ついに結婚の約束にまで、 行き着いたのである。それも、今となっては夢だ。新八次郎には、無論未練はなかった。かえって終言をあげない前だったことを、幸せだとさえ思った。今宵のうちに、それとなく別れをつけた上、うちに行こう。そう思いながら、自分の屋敷へ帰った彼は、すぐ、己の今へ入って、 六郎衛門から渡された書き付けを開いてみた。それには、剣物の罪を十二箇条に挙げて記してあったが、最も重要なのは、左の三箇条であった。その一は、大阪の商人、名田屋五郎兵衛と結託して、お借り入れ金の一部を、使徒不明に、非償していること。その二は、 不用意に谷合村神殿開発を始めて失敗し、多額の藩金を拒否したこと。その三は、当藩主、信濃の神時次に生死がないため、親族から世継ぎを求めているのだが、剣持は幕府の老中、水野出羽の神忠行と吉美を通じ、密かにその三男と養子縁組を進めていること。右の三箇条、 特に繰り返し読んだ新八郎は、それまで落ち着かなかった気持ちが、ようやくはっきりと決まり。この三箇条だけでも、打って取る罪には十分だ。よし。と、初めて、心から闘志を感じた。別に、工事の心配はなかった。自分の亡き後の家の始末について書き残すと、それを在場書ともに密封して手文庫に納め、 風呂に入って、軽く夕食を済ませた新八郎は、愛玩の尺八を取り出し、殿村殿を訪ねると言い残して家を出かけた。途中まで行くと小雨が降り出した。しかし、殿村の屋敷は大手筋にあって、引き返す道のりでもなかったから、彼は小走りに道を急ぎ、濡れるほどのこともなく行き着いた。郷も、 ちょうど食事を済ませたところだった。彼は新八郎が尺八を持っているのを見ると。よやこれは珍しい。と、色の黒い顔を嬉しそうに崩して、その元が自分から進んで尺八を持参するというのは初めてだ。無論聞かせてもらえるのだろうな。実は、急の御用で江戸へ立ちますので。客間に相対して座ると、 新八郎はさりげない風に言った。江戸へご用いつだ宮町早く出立いたします。帰りはいつ頃になる五兵衛はすぐ秋の婚礼のことを考えた様子である。新八郎の胸にはそれが痛かった。出布してみないとわかりませんが、次第によっては少し長く江戸表に留まるかもしれません。それで、 お別れにおぬい殿と一曲合わせていただこうと存じまして。それは願ってもないことだ。しかし、長く江戸に滞在するというのはどういう御用なのかお役買いにでもなったのかそれは申し上げられません。でもいずれ、お耳に入ることと存じます。そうか。御用のことは根を掘って聞くわけにはいかない。合兵は下世の気持ちのままに、 妻を呼んで、合奏の支度を命じた。そして、またとない織だからというので、銀之助、一之城の西も、その座へ呼び寄せた。おぬいは、化粧と着替えに手間取ったと見えて、みんなが座についてから、ややしばらくして出てきた。彼女はその時、19歳だった。肉付きの優れた体つきで、刺して美人というのではないが、 赤いつまんだような小さい口元と、まつげの長い目があり、どうかすると、広く艶やかな表情が現れる。心八郎は時たま影のようにかすめさるその表情を見ると、自分の胸に温かく気の騒ぐのを感じるのだった。ご迷惑なことをお願いいたしました。心八郎は、おぬいがことの前へ座るのを待って、 静かに絵釈し,した。しばらくの間、お分かりになりますので、あなたのお手並みを思い出にしたいと考えたのです。拙者はほんのお付き合い、どうかそのおつもりで、十分にお聞かせください。恥ずかしいございます。つたない技ゆえ、帰ってお邪魔になることでございましょう。どうぞ、お笑い草に。おぬいは、頬を染めながら絵釈を返した。 曲はソーフと決まって、二人はおのおのの座につき、やがて静かな十三弦の音で合奏が始まった。三。広縁の障子はすっかり開け放してあるので、座敷からさすほのかな食の光が雨に濡れる庭の戦跡をおぼろに映し出していた。もう、 これが梅雨になるのであろう。けぶるような雨は、音もなく、庭の樹積を濡らし、潜水の水面に、あるかなきかの波紋を描いている。との根は、時に、その波紋よりも、えんだった。とも尺八も、いずれ劣らぬさえを見せた。玄と関とは、全く一つになり、主翼の因に来るかと見れば、 たちまち、戦留となって砕け、愛つき、愛離れつつ、ようやと優秀の感を自在に典型した。新八郎は、まことに無念無双だった。まるで酔ったように、還元の愛合して発する共鳴音の中に、己を忘れ去っていた。すると、やがてどうしたことか、不意に、ことの根がぴたりと止まった。 心八郎は名を吹き続けようとしたが、そのままことがついてこないので、自分も尺八を置いて振り返った。おぬいは両手をついて、深く表を垂れていた。おぬい、どうしたのだ合兵は環境を中断されて下打ちをした。なぜよす、加減でも悪くなったのか。申し訳ございませぬ。 マレチカ様。おぬいは、心八郎を見上げた。機体のあたりが、すっかり青ざめていた。どうなすったのですせっかくの、ほぼしめしでございますが、私にはもうこれ以上、お相手は務まりませぬ。どうぞ、お許し遊ばして。そう言うと、座にも、いたたまらぬ様子で、逃げるように奥へ立ち去っていった。 使用のないわがままものだ。いや、お叱りくださるな。生きり立つ豪兵衛を制して、新八郎は微笑しながら尺八を袋に収めた。芸事は気が向かなければできぬもので、無理にお願い申した拙者が悪いのです。しかし、これで良き選別をいただきました。どうか、おぬい殿は、くれぐれもお詫びを願います。詫びはこちらからせねばならぬ。 せっかくの今を無にして、はい、すまなかった。その代わり、別杯を一ん差し上げよう。合兵衛はそう言って、趣向を命じた。断ることもできなかった。しばらく酒の地層になったが、時刻が気になるので、良きほどに酒好きを伏せて、糸間を告げた。いよいよ座を去ろうとした時、新八郎は愛願の尺八を合兵衛に預けた。 毛振りにも見せなかったが、形見のつもりである。五兵衛は、そんなことに気づくはずもなく、喜んで預かった。では、道中の水に気をつけて。ご無事のお帰りを、お待ちもしております。夫妻に送られ、傘を借りて、新八郎は外へ出た。あやめもわからぬ闇を込めて、雨は小やみもなく降っていた。 門長屋に着いて、右へ歩き出した新八郎が、屋敷外れまで来かかったとき、後ろから声を潜めて、もし、胸近様と呼びかけるものがあった。振り返ってみると、雨雲を持たず、おぬいが雨の中に立っていた。おのいどのどうなされた胸近様娘は、思い詰めた調子で、 そばへすり寄りながらじっと男の目を見上げた。お上の御用で、江戸へいらっしゃるのは本当でございますかどうしてそんなことをおっしゃる私には信じられませぬ。江戸へいらっしゃるというのは嘘でございましょう。もう、生きてお帰りになるつもりはないのでございましょう。おぬい殿。新八郎は驚いて娘を見た。 それが、どうしてそれが、あなたにわかります先ほど、ことを合わせていただきましたとき、十三弦や響いてくる竹の根には、必死のお心がこもっておりました。言葉は、偽ることはできましても、音楽の誠は隠せませぬ。私の申すことが、誤っておりましょうか。胸を疲れた。心八郎は、 心の真っただ中をぐさと差し貫かれた。今初めてことを中断したおぬいの気持ちがわかる。自分では無念無想でいたと思ったのだが、公共する四畜の院には必死の心が通ったのだ。おぬいは、己の原理響いてくるその因律に耐えられず、ついに中途でやめてしまったのである。恐れ言った。 さすがあなたはことの名手だ。そう知られた以上、もう隠してもしようがない。何もかも、お話申し上げよう。新八郎はそう言って、濡れているおのいの上に傘を差し掛けながら、静かに事情を話し始めた。四。戸沢邸に着いたのは四つ近くだった。呼吸、 お耳に入れたいことがございます。そう言って穴を買うと、すぐ客前へ通された。そこでしばらく待たされた。六郎右衛門に注意されるまでもなく、剣物が中条流の子たちになかなかの腕を持っていることは手表がある。ことに屋敷の中では一つ潜んじると家臣が邪魔に入るから、どうしても一等必殺でなければならない。どうしたら、 その一頭を取れるか。新八郎は客間の中を見回しながら手順を測った。やがて、隣の部屋へ人の近づく気配がして、静かに襖が開き、戸沢剣持が入ってきた。剣持は六十三歳の小柄な老人だった。けれども、その五尺そこそこの体は生涯の気に満ちていたし、銀白の眉の下にある僧帽は、 恐ろしく力があって、これに睨まれると大抵身がすくむと言われていた。曲前入ってきた老人はそこでちょっと足を止め、その評判の目で北と新八郎を睨んだ。そして静かにざえつくと、いきなり押さえつけたような声で。きれに参ったな、チ近。と言った。新八郎はとっさに大剣へ手をやった。 しかし、剣物は押しかぶせて。待て、慌てるな。と、手を下げた。わしはこの通り丸腰だ。切るつもりならいつでも切れる。慌てずに、わしの申すことを聞け。そちが誰に頼まれてきたかもおよそわかっておるし、案内を凍ったとき、すでにそれを承知で通したのだ。拙者は、誰に頼まれたのでもありません。ご上位です。 おかみじきじきの魚医かそうではあるまい。そ、それは。おじきの魚医なしに、上位打ちなどということはないぞ。しかし、そんなことはどうでもよい。打ち手を引き受けたからは、そちにも、剣物を打つべき過程があろう。どうして切る気になったまず、それを申してみ。新八郎は、じっと剣物の顔を見守った。 老人の顔には、いささかの曇りもなく、乱々と光る目にも、一文字に引き結んだ口元にも、二体点の息が、はっきりと描かれている。キリに来たな。という、初めの一言から、続けざまに急所をつかれた新八郎は、紛れのない老人のビュを見ているうちに、今こそ真実に、当面できるということを強く感じ出した。それでは、 お尋ね申します。大剣を引きつけたまま形を正して、彼は口を切った。そして、十二箇条の罪状を並べ、そのうち、特に重要な三箇条について激しく突っ込んだ。剣持は黙って、しまいまで聞いていたが、新八郎の言葉が終わるとすぐ。うむ、よく拾い上げてある、と、うなずきながら。 これからその情状について説明するが、その前に聞きたいことがある。措チは剣物を撃ってから、どうするつもりだった行為打ちだからそのまま、済ますつもりで来たかおうちもした上は、この場を去らずに、切腹する覚悟でございます。一命を捨てて、参ったのだな。よし。と言って剣物は、自社を呼び、 一重ねの書類を取り寄せた。では、今の上木について、詳しく説明をしよう。しかし前もって、一言申しておく。わしの説明に少しでも、うろんがあったら遠慮なくたらすがよい。いいか受けたまわりまする。新八郎は、膝に手を置いた。剣物は、取り寄せた記録を開きながら、歯切れのいい口調で、 10年来の反省について語り出した。徳川幕府始まって100年、教法年代になると、純然たる消費生活に入った初代名の財政は、目に見えて、急望の一途をたどり出し、恐ろしい力で対等し始めた商人階級との、抜き差しならぬ因果関係が生じてきた。大雑把に言えば、領内の物産を、 金に換えることが、いつかその物産を抵当に、商人から釈財をすることになり、それが次第に加んで、身動きができなくなる。そこまで行き着く経路は、そう単純ではないにしても、突き詰めたところは、皆、同様だった。田綱藩四万石も、その霊界でありえなかった。剣物が過労職についた時、藩の財政は、ほとんど、 手のつけようもないほど敏乱していた。しかも、政治の諮問期間たる年より、老職という位置は、すでに世襲となっていたため、凡庸を図るに足らざる人々ばかりで、共に反省改革を行うべき人物は、一人もなかった。この窮迫した状態を打開するためには、何よりも、人物が必要である。しかし、それがないとすれば、 思い切った独断先生を断行しなければならない。剣持は心を決めた。自分は今、神命を投げ出して、どんな悪評も引き受けよう。しかし、命に代えて、主化万代の策を立てなければならぬ。そして彼は、ご主君、信濃の神に、失勢一人のお墨付きをこい、財政立て直しの、 大なたを振るい始めた。5記録を引いて説明されても、そういう知識のない新八郎には、政治の細目にわたる点は、ほとんど理解することができなかった。けれども、神明を捨てたという剣物の覚悟と、あらゆる批判を無視して、信ずるところを断行した態度には、いささかの疑念を挟む余地もない。 壮烈なものが感じられた。剣物の失勢ぶりが万全であったかどうかはわからないが、四万石の財政を立て直そうという大きな政治の方向がはっきりすれば、その他の小さな問題は、もう、どちらでもよかった。これで、荒町は話した。剣物は、記録を閉じながら。最後に、お世継ぎの件だ。 わしが老中水の子のご三男をお迎えするという噂は嘘だ水の子とは別のことで内談があったそれを老職どもが耳に挟んでよくわきまえもせずに憶測を巡らせたものだよくはい分かりました新八郎は感動を抑えきれずに言ったご政治向きに暗く一概に人の言葉を信じましたため 取り返しのつかぬ過ちを犯すところでございました。そのもとが悪いのではない。どうやらご政治向きが立ち直ったとみて、今まで手をつかねていた者どもが、そろそろ穴から這いらし始めたのだ。人が餅をつくうちは見ていて、食べる段になると、しゃしゃばり出るやつだ。しかし、仕事はまだ終わっていない。これからが大切な時だ。 死ぬことを恐れはせぬが、剣持はまだ生きなければならぬ。いかなる悪名も誹謗も受けよう。だが、剣持はまだ死ぬことはできんのだ。まだ死なんぞと言いながら、老人は己の膝をぐっと掴んだ。そして、劣化のような目で新八郎を見つめながら。胸地下、今そのもとは、わしを切ったら、 切腹するつもりだと申したのいかにも、その覚悟でございました。その命、剣持にくれぬか突然こう申したのではわかるまい。今、死祭を話す。そういった剣持は座を立って、奥へ入って、大福の掛物を二箱、自ら抱えて戻ってきた。そして、蓋を開いて取り出した二服を、 並べて壁へかけるのを見て、新八郎は思わず、あっと声を上げた。木系が、山水である。ご宝物拝見の折、確かに見た中村家の秘宝の一軸。横物の商品ではあるが、半祖から伝来の品で、奇襲家に伝わる皇天母節の軸に次ぐ名物だった。それが今、二服ある。 心八郎は目を怒らせて、下と画面を見た。筆致といい、時代色といい、二服とも寸分たがわぬ木系の山水である。言うまでもなく、ご宝物の木系だ。剣末は低い声で言った。かねて老中、水の子から三千金で買おうというご内断がしばしばあった。今、 谷合村神殿開発について金が欲しい。それで、お神とご相談の上、この一軸を水の甲に追いずり申すことになったのだ。十代のご宝物ではあるが、五年に一度ご疲労のあるほかは、オクラの塵に埋まれているばかり。神殿開発は、お家千年の事業だ。いずれが重きかは申すまでもあるまい。お神にも、 そこをお考えの上、植えずり申すことに決めたのだが、それでなくとも、陰順古足の老職どもには、到底その形状の区別はつくまい。そこで、ご宝物の形だけ残すために、多様な偽作を、一軸作らせたのだ。それで、新八郎は膝を進めた。私の一名、どうせよと仰せられます。 この軸をもって、江戸へ行き、水の甲にお渡し申した上、金子を交わせに組んで送ってもらいたいのだ。それが、命をかけるお役目でございますか胸近。剣持はじっと、新八郎の目を見て。その元に、剣持を打てと頼んだものが、その元の出てくるのを待ち伏せておると思わぬか なんとおっしゃいます。この屋敷の外に、宗地下を狙う刃があるぞ。これが一つ。もう一つは、もし、偽作のことが発覚した場合、宗地下一存でしたこととして切腹する。無論、悪名を負って死ぬのだ。そのもとに、その覚悟が欲しいのだ。いいか万一の場合には、不審の名のもとに死なねばならぬぞ。 その覚悟なしには、この役は務まらんのだ。わしを切って死ぬべき命を、このお役に、立ててくれぬか。新八郎は、じっとな中を閉じていたが、やがて、剣持の顔を、きっと見上げながら言った。かような大役を、私ごとき、おゆかり薄き者に、どうしてお申しつけ遊ばしますか軍のために、 まこと神明を惜しまぬ人間は、そう多くはないものだ。十年近くしても、知球ならぬものがあるし、一面の四季で、生死を誓う場合もある。愛知ることの長きと短きとで、人間の値打ちが決まるものではあるまい。ごか老、新八郎は、ニッと微笑しながら言った。その役目、確かにお受けいたしましょう。 六窓の障子が、ふいにぱっと、まばゆく火を移したので、おぬいは夢から覚めたように目をあげた。朝から降り続いていた雨がいつかやんで、雲の切れ目から初夏の太陽がギラギラと光の矢を放っている。庭の木々は濡れた若葉の枝を一斉にその光の方へ差し伸べるかと見え、 小嶺を渡る小鳥の声も、にわかに、生き生きと根を張り上げた。群れ地下様は、どう遊ばしたかあの夜からすでに、五日経っている。剣物を打ち取って死ぬと聞いたので、覚悟はもう決まっていたし、そうなったら自分も、髪を下ろして、まになるつもりだった。けれども、それ以来、何の噂もない。 戸沢剣物が切られたということも聞かないし新八郎についても消息がないもしや子孫時代登沢の屋敷で帰り討ちになったのではあるまいかそういう心配もあったしかしそれにしても噂くらいはあるはずだ5日も経つのに何の沙汰もないのはまだその機会がなく新八郎はどこかに潜んでいるのではあるまいか かっこう、かっこう。屋敷の上を高く鳴きながら、かっこう鳥が飛んでいた。おぬいは遠のいてゆくその澄んだ声を耳で追いながら、まだ新八郎が生きていて、どこかで同じようにその鳴き声を聞いているのではないかと思い、ふと誘われるように立って縁先へ出て行った。ちょうどその時、兄の銀之助が、 一人のたくましい若侍と連れ立って、庭の裏手から急ぎ足に入ってくるのが見えた。まあ、平林の慶次郎様。おぬいは若侍の顔を見て、それからちょっと眉をひそめた。藩の老職、平林六郎右衛門の長男で、前におぬいをもらいたいと申し込んできたことがある。随分熱心だった。 家柄にも申し分はなかったが、その時、おぬいの心には、もう、新八郎が忘れることのできぬ人になっていたし、父の五兵衛もそれを察していたので、ついその申し込みは断ってしまった。それからばったり、慶次郎は来なくなっていたのである。それが、久しぶりにやってきた。しかも、普段あまり、 往来をしない兄と連れ立っているのも珍しい。どうしたのかしらつぶやきながら見ていると、二人は庭からそのまま、離れづくりになっている父の今へ入っていった。それが何か、ひどく忙しそうだったので、おぬいの目は、ふと光を帯びた。もしや、宗近様のことではないかしらそう思うと、 急に体中の血が熱くなった。きっとそうだ。そうに違いない。おぬいは半ば、夢中で裏へ出た。そして足音を忍ばせながら、父の今になっている部屋の横手へ近づいていった。はじめに、父の声が聞こえた。何それは事実かひどく、驚いた小姉だった。続いて、平林慶次郎の、 少ししゃがれた声が聞こえた。絵師の名は文才と申します。京絵師だそうでございますが、先頃からしきりに家老のお屋敷へ忍んで参るとのことで、引っ取られて救命したのです。その絵師が、そう白状したのかご法を持つとは知らぬようですが、木系の山水を寸分たがわず模写せよと頼まれ、多額の金に目がくらんで、 偽作を作ったと申すのです。頼んだのは、戸沢殿だと申すのだな。はっきり、そう申しております。しばらく、話し声が途絶えた。そしてやがて、父のうめくような声が聞こえた。その絵はどこにおる父が預かっております。そやつに合わせてもらいたい。事実とすれば一大しすぐ。 オクラ改めをせねばならん。ご案内を頼む。承知いたしました。三人の立つ気配に、おぬいはそっとそこを離れた。新八郎のことは話に出なかったが、事柄は剣物に関わっていたし、ご法を持つ偽作という重大なものなので、もしや新八郎もその課長にいるのではないかと思われ、おぬいの不安はますます募るばかりだった。 おぬいの心配は違った形で事実となったその日すっかり暮れてから血が帰ってくるとまもなくおぬいは母の部屋へ呼ばれた大変なことになりました娘が座るのを待ちかねたように母親は声を潜めていった今父上から伺ったのですがご家老様がご宝物のいちじくを偽作させ 本当のお軸をどこかへお隠しなすったのだそうです。どうしてそのようなことを寄索をした絵師という文才を父上がご自分でお調べになったところ、事実に違いないことをお確かめになったのです。そして、その宝物のお軸を持って逃げた人は、ウレチカさんだということです。おぬいは、愕然と目を見合った。何か聞き違えたのかと思った。 宗近様が、どう遊ばしましたのごからをと同心して、ご宝物の一軸を、いずれかへ持って、立ち退いたというのです。それは嘘です。嘘ですわ、母上様。おぬいはあの夜、新八郎が、剣物を切ると言って去ったことを思い出して、激しくかぶりを振りながら叫んだ。宗近様は、そんな方ではありません。違います。 そんなことは嘘です。七。おぬいの声を聞きつけたのであろう。兄の銀之助が入ってきて。おぬい、見れんだぞ。と叱るようにえした。しかし、おぬいは。い,いえ、申します。と、表を上げていった。宗近様が、ご家老と、同心などとは。 まるで嘘です。今こそ、お話申しますけれど、あの夜、お別れにいらしたのは、お家のために、ご家老をほっきり、自分は切腹をするおつもりでした。私、宗近様のお口から、はっきり、それを伺ったのです。新八郎が、どのように言おうと。銀之助は、肩を突き上げて。彼が剣物殿の屋敷から忍び出るところを、見たものがあるし、 かけものと思える包みを背負って街道口へ去るところを確かめたものもあるのだ。しかも翌日、剣持殿から、胸近は御用にて江戸へ遣わしたという届けが出ている。あいつが剣持殿と同心していることはもう疑う余地はない。すでに平林慶次郎殿が打ち手に向かう準備をしておる。平林様が打ち手に胸近と お前の縁は諦めろ。いいか、未練な振る舞いをするのではないぞ。そう言って、銀之助は去った。おぬいの頭は怒涛のように揉み返していた。何を信じたらいいのか、どれが本当で、どれが嘘なのか、混沌として何もわからなかった。お前には辛いことだろうけれど、母が。 そっと囁くように言った。宗近さんのことは諦めておくれ。父上も母も、はんな方とは知らずに、お前に辛い思いをさせて、すまぬと思います。私には、わかりません。いいえ、どうしても私には、宗近様を、そんな方とは思えません。ほぬい、ほぬい。呼びかける母の声を振り捨てて、おぬいは自分の部屋へ戻った。 すると、その折を待っていたように、弟の一の城が入ってきて、黙って姉の前に、一通の文を差し出した。胸近さんからです。えおぬいは、夢中で文を取り上げた。表には自分の名があり、裏を返すと、真という一字が書いてあった。これを、どうして誰から胸近さんの家から、ガフの近藤が参って、 姉上に、そっと渡しもしてくれと頼まれたんです。悪かったでしょうかいいえ、ありがとう。ありがとうよ、一之条。おぬいは、弟を抱きしめるように見上げた。でも、決して、誰にも言わないでおくれ。言いません。誰にも言いません。十二歳になる一之条は、自分のしたことが、そんなにも姉を喜ばせたことに満足して、そっと笑いながら出て行った。 おぬいは、震えながら封を切った。取り急ぎ、申し上げ揃う。剣持殿、ち申すべきとのこと。お耳に入れ将来死が、事情あってただいま、江戸表、向かう途中に揃う。詳しきこと、いずれ申し上げべく揃ろも、ただ、武士の中、府中は、世の批判の他にありと。 おぼしめしそろへ。江戸表宿は、麻布日学坊、継承寺に揃ろくれぐれも、健康を祈ると読みながら、おぬいの胸には反射的に、い林慶次郎が、打ち手に向かう。という、兄の言葉が、蘇ってきた。武士の中、府中は、世の批判のほかにありと、おぼしめ総郎へ。 宇宙、宇宙は世の批判の他にありと。同じところを繰り返し読んでいたが、おぬいの表情にはかつて見たことのない激しい決意の色が浮かび上がってきた。外には、いつかまた、雨の音がし始めていた。八。幕府の老中、水野出羽守の長屋敷は、 死は新鮮さの海べりにあった。出羽守は内服として知られているだけあって、屋敷構えも税を尽くしたものだし、ことに潮入りの池をめぐる庭の結構は、目を驚かすものがあった。戦地の中へ半島のように乗り出している丘の上に、腰掛けの賃が立っていて、今しも出羽守忠行が胸近新八郎を隠見しているところだった。 デワのカは木系の軸を見ている。そばには老身一人、故障一人だけしかいない。ただ雪は肥えた体を前にこごめ、細い目をじっと絵の上に集中していた。新八郎の顔は青ざめていた。芝の上に膝を下ろし、仰ぐようにデワのカの表情を見つめながら、じっと息を殺していた。随分長いことを、 軸を見ていたた忠幸は、うとその細い目を心八郎に向けた。鋭い、い通すような目だった。心八郎の右手がブルブルと震えた。デアの髪はその様子を目もそらさず睨んでいたが、やがて体には似ない女性的な優しい声で。その方、名は何と申すと言った。 チ八郎が抵当して答えると、シ地かチ八郎か、うむ、と、頷きながら、剣物は達者でおるかは、若い頃、大だことがある、反省改革で、だいぶ思い切ったことをしておるようだな。神明を捨てて、働いております。そうか、神明を捨てておるか。出屋の神は、 大きくうなずきながら、画幅を巻き収めて、老身に渡した。木系の山水は、かねて中村港から譲り受ける約束ができておる。代金三千両は、相違なく渡すが、胸近。持参したこの一軸は、と、ただ行きは、きっと声を上げた。この一軸は、中村港のおさしずか剣物のしたことか それを申せ。新八郎は、蒼白な表を上げ、下とで羽の髪を目を見上げながら言った。恐れながら、私一存の計らいでございます。ではもし、この模型が偽作だと申したら、その方は何とするつもりだ。言われるより早く、新八郎は後ろへ飛び下がって、襟をくつろげながら、 脇差しの使い手をかけた。待て、うろたえるな。ただゆきは腰掛けから立って、鋭く叫んだ。要はただ、その方の覚悟を尋ねたまでだ。木系の山水は、確かに受け取ったぞ。はっ。金子は、相違なく渡す。ただし、この軸は、中村公には大切な家宝。 ご入り用の時は三千金を持っていつでもお返し申すとお伝えするがよい。かたしけの。新八郎はむせびあげるように芝の上へへへいふくした。ではぬかみはそのありさまを見おろしながら。神明を捨ててかかる者は強いな、新八郎。武士はかくありたき者と思うぞ。そう言って。 静かに庭の彼方へ立ち去っていった。おぬい殿。新八郎はいきなり殴られでもしたようにあっと言って立ちつくんだ。水の家で受け取った代金をすぐ川瀬問屋へ回って国元へ送る手はずをつけ宿にしている。 日学の軽症寺へ戻ってみると、思いもかけぬおぬいがそこに待っていたのだ。どうしたのです新八郎は大剣を取りながら立ち上がった。どうして来たのです誰ぞご一緒ですか私、一人で参りました。お一人。どうして来ましたおぬいは旅装のままだった。おそらく乗り物を飛ばし続けて来たのであろう。 頬がこけているし、ひどい血色だった。宗近様おぬいは新八郎が座るのを待ちかねて、必死と見上げながら言った。平林慶次郎様が、あなたをうとうとして、江戸へ来ております。それをご存知でございますか平林が、セシャをうつ。なぜです栗本では小ば郎様が、ご宝物の模型を偽作さ,させ。むねちが、 同心の上、持って逃げたと申しております。それで平林が、売ってに立ったのですか宗近様。おぬいの声は、惨めなほど震えた。どうぞ、本当のこと、おっしゃってくださいまし。疑作のことは父も、その絵師を調べて確かめたと申します。あなたは、ご家老様と、どのようなお関わりがあるのでございますかご宝物の模型を持って立ち退いたというのは、 本当でございますか新八郎は黙っていたが、ふと、おのいの後ろにある包みに不信を感じて言った。その、包みは何ですかあなたからお預かりした尺八です。どうしてそんなものを持ってきたのです私、娘は、きっと唇を噛みながら。私、あなたのお話を伺った上で、次第によっては、 この尺八をお返し申すつもりで参りました。それは、婚約の縁を切るという意味であろう。新八郎は娘の目をしばらく見ていたが、すぐ戻ります。待っていてください。そう言って、栗の方へ出て行った。おぬいは目を閉じた。無断で抜け出てきた家を思い、父母や兄の怒りを思った。しかし彼女は新八郎に会って、 その本心を確かめずには、一時も生きていられなかったのだ。娘の身で、一人旅をする無謀さも知っていた。再び家へ帰れぬことも覚悟の上だ。新八郎に会って真実を確かめさえしたら、あとはどうなっても構わぬ、と思ったのである。新八郎の戻ってくる足音がした。何をしに行ったのか。 そっと目を上げてみると、心八郎の後ろから、十二三なる小坊主が何か長いものを肩にしてついてきた。ことではないか。そう思って見ていると、果たしてそれは一面の古びたことであった。小坊主を返した心八郎は、座敷の真ん中へ袋を払ってことを据え、静かにおのいを見やりながら言った。あの夜の、 総うふは、中途でやめになりましたね。尺八を持ってきてくだすったのを幸い。ここで、あの続きを合わせましょう。宗近様。まあ、お聞きなさい。新八郎は、遮って言った。あなたは、宗近新八郎の妻だ。あなたは新八郎、信じていればよい。ご宝物の木形の軸は、確かに国元にあります。また、剣物殿は、 お家のために、神明を投げ打って働いている人です。御意打ちと言って、拙者に剣物殿を切らせようとしたのは、平林六郎衛門殿。今度は、その子の慶次郎が、拙者を打ちに来るという。小野井殿。新八郎は、力のこもった口調で続けた。六郎衛門殿は、上代画廊の席が欲しかった。そして慶次郎は。わかりますか はい。ケイジロウは、あなたが欲しいのだ。おぬいが、そっと表を伏せるのを見ながら、シンパチロウは、ニット唇に、微笑みを浮かべた。あなたはあの夜、拙者の服、竹の根が、必死の響きを十三弦に伝えたと言われた。言葉はいつわれても、音楽の誠は、隠せぬとおっしゃった。さあ、ことに向かってください。 拙者の心に微塵もの曇りがあれば、必ず竹の根に現れずにはいないでしょう。明鏡する因律こそ、言葉以上の証拠です。いざ。おねいは、静かに身を起こした。旅装のちりよけを脱ぎ、包みを開いて尺八を渡すと、化粧箱を開けて紙をかき上げ、絵文を直してから、おもぐろに琴の前へ座った。 心八郎も尺八を取って座り直した。あの夜の続きから。はい。二人はじっと呼吸を沈めた。十。日はすでに暮れたが、梅雨には珍しくからりと晴れた日の名残で、黄昏の色のどこやらにいつまでも 夕焼けの光の残っている夕べだった。静かに始まった還元の音は、広い寺の境内を埋める小立の中に症状と有限な響きの尾を引いた。心の誠を伝えようとする新八郎と、それを受け止めようとするおのいと、二つの心は、ただ一点に凝っていた。それはもう、音楽を突き抜けて、心と心とが、 じかに触れ合って発する情熱の歌であった。しかし、今度もまた、曲の終わらぬうちに、ことの音が、はたとやんだ。ふっと耐えたことの音に気づいて、おぬい殿、と振り返る心八郎に、娘は恐怖の目を見開きながら、庭の方を指さした。心八郎がおぬいの目に、恐怖の色を読むより早く、 のしかかるような人影が、さっと縁先へ飛び上がってきた。平林慶次郎だった。昆物、動くな。抜き手の剣が、部屋の中の夕闇に、ギラッと先行を飛ばした。新八郎は、ダットのように、その剣をくぐり、慶次郎、早まるな。と、叫びながら、庭へ飛び降りた。逃げるかとはめいて、慶次郎は必死と追い詰めた。 新八郎は尺八を正眼につけながら。待て、平林。ご宝物の木形は国元にある。司祭を聞けば分かることだ。刀を引け。言うな。この後に及んで未練な言い抜けが何になる。もう今となっては取り返しはつかんぞ。刀を引け。手向かいはしない。国元へ帰れば分かることだ。一緒に帰ろ。う。問答無用。俺は貴様を斬るために来た。 言い訳を聞きに来たのではない。刀を取れ。そうか。新八郎はぐっとうなずいた。拙者を切るために来たという、その言葉の底に何があるか、拙者にも分からぬことはないのだ。よし。切ってみろ。刀を取れ。それには及ばぬ。来い。フンヌの眉を上げながら、新八郎は尺八をぐっと前へ突き出した。 慶次郎は十分に相手の呼吸を測ろうともせず、しっこしながら踏み込んだ。凄まじい掛け声とともに、夕闇を引き裂いて白人が飛び、両者の体が一つになるかと見えた。しかし、次の刹那には、慶次郎の手から大剣が跳ね飛ばされ、よろめくところへ、新八郎の踏み込むのが見えた。その刹那、おぬいが悲鳴のように。引けません、胸近様。 絶叫した。その声とほとんど同時に、心八郎の打ち下ろした尺八は相手の肩骨に、発疹と音を立てていた。慶次郎はあっと叫びながら前のめりに倒れ、もう起き上がる力もないと見えて、土の上に伏したまま荒々しく背に波を打たせていた。心八郎はそれを見下ろしながら、貴様にも、 六郎園殿にも、拙者の方こそ、申すべきことがあるのだ。しかし、何も言わん。拙者はこれから、国元へ帰るが、もし、恥じるところがなかったら、貴様も帰って来い。ただし、再びこんなことをすれば、今度こそ容赦なく、切って捨てる。それだけは、忘れるな。吐き出すように言うと、新八郎はそのまま、おぬいの方へ戻ってきた。 今度も、途中で切れましたね。旅装を整えて、軽症寺を出た、新八郎とお縫いの二人は、夜道にもかかわらず、帰国の戸に着いた。今度こそ、姉妹まで会わせようと思ったのに、どうしてこの曲は、こう、終わりまでいけないのでしょう。私、もう生涯、この曲は弾く前と存じますの。なぜですおぬいは、 そっと目を上げながら、この曲を合わせていただくたびに、宗近様のお命に危険があるのですもの。私、もう決して、引くまいと存じます。危険はこれからも避けられませんよ。新八郎は、短索するように言った。剣持殿でさえ、神名を捨てたと仰せられている。手綱藩四万石の政治が、万代の屋敷に置かれるまでは、まだ、 多くの危険や困難がある。道は険しいのです。おぬい殿、その覚悟はできますかおぬいは大きく目を見開いて新八郎を振りあうぎながら頷いた。信頼と愛情にあふれる燃えるようなま差ざしだった。そして小さい口元に花の咲くような美しい微笑みがこう語っていた。 どんなに険しい道でも、ご一緒に。ご視聴ありがとうございました。山本周五郎作咲く、胸近新八郎。これにて、読み終わりでございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。 米の武士道裏藤の春一旦那様旦那様取り乱した声で叫びながら一人の牢屋が土蔵の裏から庭の方へ飛び込んできた広宴で雛の箱を開けていたお千代はぎょっとしながら立ち上がって「ミトンの弥平さんどうなさいました?お」おお千代様か。 旦那様をお呼び申してくださいまし、大変でございます。父様は、富竹へ行っていますが。富竹、はあ、それは困ったことだぞ。老人は流れる汗を拭こうともせず、肩で息をしながら、すぐ駆け出しそうにした。お待ちなさいまし、夜兵さん。急用なら、うちの助け屋を迎えにやります。何か、間違い事でもあったんですか 間違いどころではございません。今、伊沢の大官所から、軍隊の領事様がおいでなさいまして、水富から秋山の村中、百姓という百姓の蔵を開け、持ち前全部、お取り上げということで、えらい騒動でござります。お千代は、びっくりして声を上げた。お百姓の蔵からお米をそれは領事様が、ご自分でおっしゃるんですかそうでござります。 領事様が先頭に立って、抜き身の槍を持った足軽従人。第八車二十両を引いて、今、村を回っているところでございます。私、行ってみましょう。お千代は、たすきを外しながら、今しも土蔵から、雛を運び出してきたお梅を振り返って。ばあや、私ちょっと、三富まで行ってくるからね。お前にここを頼みますよ。はい、でも、お嬢様 心配することはないわ。きっと何か訳があるのでしょう。あたしが領事様によく聞いてみます。塗装様がお帰りになっても黙っていておくれ。頼みますよ。ほ、はいでは、どうぞお気をつけて。お千代は腰紐をきゅっと締め直して、野兵老人と一緒に屋敷を出て行った。桃の節句にあと四五日。春の空はよく晴れ上がって、 東南の山並みの彼方にくっきりと描いたように美しく裏藤が見えている。麦の伸びた旗地のそこここに黄色の桃がほころび始めて、藪の中ではのどかに童王のささらきが聞こえていた。山も野も森も林も柔らかい春の日にうっとりと眠っているような真昼のひと時そのしじまを破って、 米俵を山と積んだ大八車が、わらちの音もけたたましく、三富の尊道、を伊沢の方へと走っていた。ご覧なされませ。あの通りでござります。まあ、私ども、どうやら領事様を見損なっていたようでございますぞ。走りながら、野兵老人は、憤怒の声を上げた。お千代は胸が震えた。 そんなはずはない。あの方に限ってそんなはずはない。現に己の目で見たものを否定するように、そうつぶやきながら、お千代は老人をせき立てて走った。三富村の溶水堀を前にして、久保田という名主の屋敷がある。その表に大勢村人たちが集まっていた。村人も若者も、女も子供も、不安そうに、 屋敷の中を覗きながら、みんな青い顔をして、ひそひそと何かささやき交わしている。ごめんなさい。通してもらいますよ。うちよは人書きをかき分けて、屋敷の中へ入っていった。しかし、前にまで行かないうちに、彼女は、あっと言って足を止めた。父がいるのだ。父の五郎衛門が、 すでにそこへ来ていた。今駆けつけたところと見えて、荒々しく肩で息をしながら、土蔵の戸前に立ちふさがって叫んでいるのだ。なりません。なりませんぞ。いかにご軍隊とは言いながら、ご家尊名代なる死の私に一言のご相談もなく、かようなことをなさるという法はござりません。そうだそうだ。こんな無法なことがあるものか。 何の日だの一歩も動かしちゃるなみんな死なばもろともだ。庭へ詰めかけていた村人たちが、五郎右衛門の言葉に、わっと歓声を上げた。騒がしい。静まれ。若き軍隊、領事新兵衛は大喝した。彼の周りには十人の足軽がいて、ギラギラと光る真相の穂先を並べ、諏訪といえば、着きまくらんと身構えをしていた。 拙者は、甲府城軍隊として来ている。三富、諏訪、花草、一宮、草壁、以下五家村にある持ち前は、全部伊沢の車窓へ、積み入れることになったのだ。大官所の達例だ。騒ぐ者は、重きおとがめを受けると思え。また、これを拒む者、邪魔をする者は、容赦なく突き伏せるぞ。その利合を、お聞かせください。五郎衛門は、 拳を震わせて叫んだ。百姓の持ち前を車窓へ入れてどうなさるのです何のために車窓へ入れるのです持ち前が全部お取り上げになったら百姓は何を食って生きていけばよいのです問答無用底のけ新兵衛は一歩大きく踏み出した2二 ゴロ右エモンは白髪まじりの髪の毛を震わせながら激しく頭を振った。泣きません。その利愛を伺うまでは一歩も泣きませんぞ。そうか。では仕方がない。新兵衛はぎゅっと唇を引き結ぶと振り返ってさっと手を上げた。真相の穂先を並べていた足軽たちはそれを見るなり、夫きを作ってゴロ右エモンに迫った。 その刹那であった。つぶてのようにはせつけたお千代が。はあ、待ってくださいまし。と、叫びながら、素早く父親の前へ立ちふさがった。父は、私が申し里します。どうか、乱暴はなさらないでくださいまし。殿様、お願いです。どうか、お千代をかわいそうだと思って。話せ。わしは五家村の名代だ。でも、 殿様は殺されます。殿様。後から追いついてきたのだろう。下男の助けが飛び出して、落ち葉と共に、しっかりと五郎衛門を抱きとめた。ここであなたがお伏しになすっても、五そんが助かるわけではございません。あとのことは、みんなで相談するとして、ともかくも、あちらへおいでなさいまし。おい、みんな、手を貸してくれろ。久保田の下男たちも飛んできた。五郎衛門は、 なおも懸命に踏みとどまろうとしたが、決起の若者たちに抑えられてどうしようもなく、ずるずると向こうへ引きずられていった。しんべは顔の筋も動かさず。よし、米を運び出せ。静かに命じた。お千代は身を震わせながら見ていた。足軽たちはどしどし蔵の戸前を開け、米俵を運び出しては車へと積み上げる。 積み終わった車はすぐに表へと引き出されていった。一票も残してはならんぞ。手間取って時を過ごした。早くしろ。新兵衛は断固たる口調で命じていた。七十票余りの米俵がたちまちのうちに積み出された。そして全部の俵数を書いた軍隊手形を渡すと、新兵衛は部下を促して大股に屋敷を出ていった。 村人たちは呆然としてそれを見送った。青い顔に象の目を光らせていたが、もう誰も声を上げるものはなかった。落合は彼らの後を追った。怒りと疑いとが彼女の小さな胸を締めつけかき乱した。新兵は大股に車と足軽の列の後ろを歩いていく。背丈の高くたくましいその肩付きが、 今、お千代にはまるで見知らぬ人のように見える。領事様、お待ちくださいまし。土橋のもとまで来たとき、お千代は足を早めて追いつきながら呼びかけた。しんべは足を止めて振り返った。何かご用ですかあなたはお千代の声は哀れなほど震えた。私の父を。 今、殺そうとなさいました。そうです。新兵衛は、娘の火のように激しい瞳を、正面にカッチと受け止めてうなずいた。拙者は、伊沢軍隊として、役目の命ずるところに従ったまでです。では、本当に父を、殺すおつもりだったのですか保百姓たちから、大切なお米を取り上げた上、そんな非道なことを、なさるおつもりだったのですか 拙者は役目の命ずるところに従ったまでです。領事新兵衛が伊沢の軍隊である以上、軍民は領事新兵衛の命に背くことを許しません。千代は、軍隊としてのあなたに申し上げているのではございません。お千代は、愛想するように言った。父がお好きな領事様。今日まで千代がお信じ申していた領事様に、 申し上げていいのです。本当のことをお聞かせくださいまし。お役所たちのお米を車窓へお取り上げになるのはどういうわけでございますかあなたは本心から父を殺そうとなすったのですか新兵衛はきっと娘の目を見つめて。お千代殿。被告、力のある声で言った。あなたは今、 このしんべを信じていたと言いましたね。はい。申しました。拙者を信じながら、拙者のすることが信じられないのですかうちやは、膝がガクッとなるような感動に襲われた。返事ができなかった。しんべはなおも、娘の目を強く見つめていたが。人を信ずるということは、警察ではないはずだ。あなたにとって、 今、拙者のしていることが疑わしいのなら、拙者を信じていたという、あなたの目は狂っていたのだ。ただ、それだけのことですよ。落千葉は、物も言えずに立ちすくんでいた。新兵衛は、軽く木礼したまま、車の後を追って去った。幸福、老城。一。 ことは迅速に、しかも断固として行われた。伊沢軍隊の支配下にある農家の貯蔵米は、片端から運び出されて車窓へ収められ、三日目にはどこの蔵にも、一票の米も残ってはいなかった。ほう、溝こなった。歯の人間だけは見こなった。五郎右衛門は、憤怒のに震えながら、我と我が不明を恥じて、ののしり立てた。 甲府のお城がどうなろうと、軍隊だけは我々の味方だと思っていた。歯の男だけは無道な真似はすまいと信じていた。わしは馬鹿者だ、盲人だ。歯のような人間とは夢にも知らず、娘を嫁にやろうとまで考えていた。この目は、不穴も同然だった。五郎衛門は心からし兵衛が好きだった。領事しんべが軍隊に赴任してきてから、 四年にしかならない。彼はまだ若く、二十五歳になったばかりだったが、過断と明敏な手腕を存分に振るい、たちまち軍内の地石を素晴らしく上げた。しかも、その地方が、すべて、官に薄く、軍民に厚く、第一に、農村の繁栄を土台としていたから、一人、五郎衛門だけでなく、支配下にある民たちは、名軍大として、 心から信頼していたのである。時世は本端のような天変のもとにあった。その前年、すなわち慶応三年十月、徳川義信が大政を奉還し、大政が朝廷に服してから、天下は御一心の喜びを迎えたと思う間もなく、とば伏見の戦が起こって、義信は追武士を受ける新将となり、 初代諸公は徳川家のために、矛を取って立つという評判が縦横に飛んだ。甲府城には、堀田佐賀の神が城代として赴任するはずだったが、江戸へ逃れた吉信は、寛永寺に入って謹慎し、政権はすでに朝廷に服しているので、城代という役目が取れないというのを理由に、まだ甲府へは来ていなかった。政党軍はすでに、 公進の国境へ迫っている。領民たちはまだ和船いずれともわからず。後ろでは合戦のつもりらしい。いや、将軍家のおぼしめし通り、おとなしく城を明け渡すそうだ。そんな噂に一喜一遊を繰り返していた。すると、二月下旬に入って、急に甲府城から付近の農村へ手配があり、農民の貯蔵米を兵糧として、 片端から刈り上げを始めた。市川の軍隊で米のお刈り上げが始まったぞ。何々村へもお刈り上げが来た。昨日はどこの村へ行ったそういう秘宝が村から村へと伝わった。けれども、伊沢軍隊の支配下にある人々は、領事新兵が自分たちの味方だと信じていた。自分たちに餓死をさせるような無慈悲なことはしないものと、 信じきっていたのである。それが見事に裏切られた。領事親兵衛は何の前触れもなく、真相を引っ提げてムラ,ムラに現れ、拒む隙も与えず、電光石火の素早さで、さっと貯蔵米を引き上げてしまったのだ。五郎衛門の怒りは誰よりも激しかった。彼は親兵衛の人柄にすっかり惚れ込んで、娘のお血をめとってもらおうと。 すでに縁談を進めていたくらいである。わしは自分が愚者だったために、ご家村の人たちにとんでもない不運を与えた。ハン人間だと知っていたら、早く米をよそへ移す手配をしたもの。を残念だ。彼は自分の馬鹿さを責め、軍隊の無道を罵り続けた。お千代の心は宙に迷っていた。 新兵べのやり方は確かに無法である。全く日頃の人柄に似合わないやり方の無法さについては、何とも弁護の余地がない。しかし、おちよの耳には、まざまざと新兵べの一言が刻みつけられていた。拙者を信じながら、拙者のすることが信じられないのですか新兵べを信じ。いや、愛してさえいたおちよにとって、 この一言は骨髄に徹する意味を持っていた。あの日から三日、新兵衛の手で村々から貯蔵米がどしとし、車窓へ運び去られるのを見ながら、彼女の心は土涛に揉まれる木の葉のように、信頼とギクとの間をさまよっていた。かくて三月一日の朝のことだった。三み富と,みと草壁から、 名主年寄りが、一席切って駆けつけ、甲府城の寺大衆が、貯蔵米お借り上げ、という触れを持って、今、村々を回っている、ということを知らせた。それはどういうわけだ五郎衛門も驚いた。貯蔵米は、全部、伊場の車窓へ運ばれてしまったではないか。だから、その通り答えたのだ。すると寺大衆は、うろんと思ったものか。 一軒一軒蔵を開かせて見回っているもう間もなくここへも来るに違いない待てちょっと待て五郎衛門は急に膝を乗り出したこれはうまいぞ伊沢の軍隊はお城の触れを差し越して米を取り上げたのだ軍隊へはまだ命令が来ていないのに領事しんべが一人勝手でやったのだよし お城から手大衆が来たのを幸い、わしが軍隊に一泡吹かせてやろう。何か妙案があるかやってみる。手大衆のいるところへ案内してくれ。五郎衛門は、率先と立った。二。伊沢の大官場の地続きに、七個前の素晴らしく大きな土蔵が立っている。それが、車窓であった。 車窓は備行貯蔵米を収めておく倉庫で、天明七年の大飢金の後を受け、領内の富豪の援金と幕府の補助等をもって造営され、甲府城中にも清水黒に建てられていた。つまり、強行返済に備えたるもので、よほどのことがないと手をつけることは許されない。村々から運んできたおびただしい米を、領事新兵衛は、 この車窓へ収め、戸前を閉ざした上、今、巡りまでし終わったところであった。すっかり終わったか。ほ、はい、終わりました。手抜かりはないだろうな。新兵衛は、蔵の周囲を入念に見て回った。村方のものは、だいぶ気が荒くなっている。火をかけて焼いてしまえというものさえあるそうだ。その用心に、抜かりがあってはならんぞ。 水の手の用意も、決して、ぬかりはございません。よしよし。では、みんな休むがよい。連日、休む間もない激しい労働で、みんなくたくただった。新兵衛も、ようやく重荷を下ろした感じで、一息入れようとしているところへ、下役の者が飛んできて、城下から、より気象がお見えです。と、知らせた。新兵衛は、気していたもののごとく、見えたが、 よし、すぐ会おう。こちらへお通しもしましょうか。いや、自分でもいる。新兵衛は先に立って、大官役所の方へ戻った。すでに、黄昏の色が濃く、あたりは夕燃やで、おぼろに霞んでいた。役所の門を入ったところに、よりき、山田ゴン之助と、海の伊八郎の二人。何やら怖高に話していたが、新兵衛が近づいてくるのを見ると、 満面の笑みとともに。よおう、領事、気候をやったのと、元気な声で叫んだ。新兵べは静かに近寄りながら。やったとは何のことだ氷をおこり上げさ。海の伊八郎が、こくっと頭を振った。我々は朝から回っているのだが、気候の支配内へ入ると、窓、ま、ですっからかん。一粒も残らず、積み出した後だという。 さすがは、領事しんべえだと驚いたところだぞ。実は、気候が普段、百姓びい気なのでな。と、山田群之助が、にやりとして言った。正面から申したは反対があろうという。隙を見て、一気火星にやれというので、今日、海野と二人、気をついたわけさ。ところが、さすがに閉まるところは閉まる。もうすっかり、かすった後と聞いて、呆れたよ。なあ、領事。 気をつけぬとはいかんぞ。なんだ。気候の過断には軽服するが、百姓どもはだいぶ気候を恨んでおる。現にさっきも五花村妙代の秋山五郎衛門とやらいう者が、気候の仕方を差し越しであると言って勝訴しよった。そうか。うん。拙者は一言のもとに叱りつけたが、うっかりすると闇夜に光り物がするぞ。忘れないようにしよう。新は、 にこっとしてうなずいた。用事はそれだけかいやまだ肝心なことがある。伊八郎が急に形を正していった。明朝四つ、甲府城中で戦表情がある。黒煙たがわず、途上せよとのお達しだ。ここでいた。四つを忘れるなよ。では、またその席で会おう。用事、面白くなるぞ。 ゴンドスケとイハチロはそう言って高々と笑い、会釈をして、黄昏の道を帰って行った。その夜、新兵べは久しぶりに風呂へ入り、また珍しく照釈して新庄へ入ったが、いつも明けむつに起きる習わしを破って、その朝はいつまでも起きる様子がなかった。前日の話を耳にしていた歌詞が、心配して幾度か新庄を覗きに行ったけれども、 彼は大然と、いびきをかいて眠っている。しかし、六半を過ぎ、五つを打っても起きないので、歌詞はついに我慢を切らし、い。申し上げます。と、障子の外から呼び起こした。う、うぅ、誰だ飽きるほど呼んだ後で、ようやくしんべの寝ぼけ声がした。ケーモにござります。ああ、ケーか。なんだ 先ほど五つを打ちました。ご途上なればお支度をなさいませんと、間に合わぬと存じますが。何途上バカな。新兵はむにゃむにゃと寝ぼけ声で言った。途上するようはない。もう少し寝るからそっとしておいてくれ。ああ、いい、心持ちだ。うん。三、うん。さん 甲府城から、ゴンシー柴田剣持が、馬を飛ばしてきたのは、九つ近い頃であった。付き添いは、大田一郎兵、西田武四郎の両人、接待部屋へ通されたが、待つこと四半時余り。やがて、今、おき申しろうという目つきで、新兵衛が出てきた。お待たせつかむつって、失礼。失礼ではないぞ。剣持はいきなり土星を上げた。 できるだけ我慢して、我慢の尾が切れた声だった。兵衛は別に驚く様子もなく、ケロリとして座につく。その面上へ叩きつけるように、剣没は口から大気を飛ばして喚いた。今朝四つ。上中において、戦表情のあることを忘れたか。山田、海の両名の者からそう申してあるはず。聞かぬとは言わさぬぞ。なるほど。 いや、なるほど。しんべもっともらしくうなずいた。そう言われてみれば、確かに聞いたように思いますが。失礼。拙者、この四五日、ぶっ続けの奔走で疲れ果て、珍しく寝酒を持ちましたせいか、とくと失念をつかまつりました。もはやその表情には間に合いませんだろうか。聞こう。まだ酔っておるのか。なかもって。 もはや核のごとく正気でございます。よし。正気だと申すなら、常中表情の白いを聞かせる。剣持は形を正していった。先般、将軍家には、大政奉還があらせられ、朝廷に対し刷祭り、ひたすら教順の誠をいたすといえども、さちょ長どその間にあって事を湾曲し、ついに、追武士を使わさるのご悲運に陥らせたまう。 我ら徳川不代の臣として、君の縁を感化し難く、あえて聖者を結果に創上し、建らんと発す。よいか。剣末は、旗と膝を打って続けた。この意味をもって、我ら甲府金番の死は、新仙組、近藤勇殿の兵を城へ迎え、牢上し、統制軍と、決戦することに決したのだ。おう。 近藤さんが来られますか到着は、両三日うちであろう。こちらとは、すでに固く、連絡はついておるのだ。戸麦伏見の戦で傷ついた近藤勇は、吉信に迫って、一戦を商用したが、すでに、強順のいい敵吉信は、関永寺に引きこもって動かない。それで、甲府城の軍師、柴田賢物、ほぼ中太郎らと測って、決戦の策を立て、 自分は、大久保山田と変名して、すでに大使を率いて、海へと発行していたのである。拙者はここまで、馬を飛ばしてきたのは、ついさっき、韮崎の番所から九死があって、土従藩の先方隊が小渕沢を越えたという情報を持ってきた。先備は、九を要する。ついては、気候の預かる、車窓米をすぐ城へ移してもらいたいのだ。それはまた、 なぜですおらん牢上に備えるためだ。また、ここにおいては、敵の兵糧に使われるからだ。城外の金村へ、お借り上げを命じた米が、十分にお城へ入っているのではありませんかそうむやみに積み込んでも、食料余って、兵足らずではしようがないでしょう。わけのわからぬことを言う。剣末は、イライラしながら。つまり、気候は車窓米を。 城へ移すことに反対なのか反対もクソもないですよ。車窓というものは成り立ちが違うのです。無論ご存知だろうが、これは領民たちのための備光貯蔵で、城兵の兵糧に使うべき性質のものではありません。何聞こう。それは本気で言うのか本気ですとも。新兵は、にやりともせずに言った。剣持にとっては、 無双だもせぬ一言である。かっと怒りがこみ上げてきた。しかし、剣持は辛くも、それを抑えつけて。なるほど。車窓本来の何たちはそうかもしれぬ。しかし、今は全く非常の場合だ。甲府城の運命をとする必死の場合だぞ。甲府城の運命は、すなわち、領民の運命だ。かかる時には、車窓も、お役に立つのが当然ではないか。 おっしゃることはよくわかりました。それでもう一度申し上げますが、と、新兵衛は静かに言った。領事新兵衛は、甲府城代の命で伊沢軍隊を務めています。軍隊として車窓を守るのは拙者の責任です。では、城代副次として拙者が命ずる、車窓前をすぐに城へ移すがよい。軍隊への命令は、 上代直々に限ります。では、どうしてもならんというのだな。そうです。八師と膝を打って剣持が立った。彼は憤怒の目で新兵衛をねめおろし、ブルブルと拳を打ち振りながら叫んだ。上代四古の城を捨てても、偏偏たる車窓の掟を固執するのが気候の武道かそれが幕臣としての道だと思うか 聞こう、それで、腰の刀に恥じむか。柴田さん、帰りましょう。西田武四郎が、憤然とお流した。何を言っても無駄です。口でわからぬ奴は、実力で教えるのが一番。帰って手配をする方が早いでしょう。行こう、一路辺。三人は、席を蹴立てて去った。 国の実り。一。トト様トト様息を据えて、せつけたお千代が、そう叫びながら、父の今のふすまを開けると、そこには五ヶ村の名主たちが集まって、何か密んをしていたらしい。ぴたりと口をつぐんで振り返った。ではいけない。出ろ、お千代いい。いいえ、いえ。お千代は、強く頭を振りながら、つかつかと、 部屋の中へ入って。皆様のご相談にも関わりのあることです。トト様、千代は大官所へ行って参りました。何大官所へ行ったそれを申し訳のないことですけれど、お城の手大衆へ、領事様を訴えて、人を吹かせるとおっしゃったのを聞き、どうなったか気がかりで、とてもじっとしてはいられなかったのです。お千代お前それは本当か 本当です。でも、お聞きくださいまし。お千代は、父の言葉を遮って言った。千代が参った時、ちょうど役所へ、お城から、お使者が来ておいででした。聞いてみますと、車窓の込めることなんです。お使者のおっしゃるには、土佐の先方軍が寄せてくるので、牢情は免れないから、すぐ貯蔵米を、城へ移すようにとのことでした。そうなることと思った。 やはり、そこへのうちに、押してゆくべきだった。五人の名主たちが、ささやき交わすのを、お待ちくださいまし。と、おをあせ制して続けた。おしゃはすぐに、米を運べとおっしゃいました。すると、領事様は、きっぱり、お断りになったのです。え断ったとお断りになったのです。領事様は、社僧の成り立ちを、ご説明なさいました。社僧の米は、 呂民のための微光貯蔵で、氷楼にするものとは性質が違うと、はっきりおっしゃいました。なるしたちは、あぜんと顔を見合わせた。おちよ、感動に震える声で。トド様、私たちは、間違っていたのです。おわかりにならないでしょうか。領事様が、ご家村の米を取り上げたのは、車窓へ集めて、そこで守るためだったのです。 米が五花村ちりじりにあっては守り通すことが困難です。まして、武力なお百姓たちが持っていては、お城からお借り上げに来られた場合、どうにもできません。領事様はそれを見越して、全部を車窓へ積み込んでしまったのです。そういえば、昨日お城から手代衆がお借り上げに回ってきたそうだ。軍隊様が取り上げなくとも、昨日はお借り上げになるところだった。 名主たちは座り直した。五郎右衛門は膝をすすめながら念を押した。おちよ、今の話に偽りはあるまいな。嘘でない証拠に、皆様のお力を借りに帰ったのです、と様、さま。おちよは息もつかずに言った。領事様がお断りになったので、おしやたちはすっかり怒り、どうやら城へ戻って人数を集めてくる様子でした。 腕づくで車窓を開けようというのかはっきりそう申していきました。トト様、軍隊役所ではわずかな人数で車窓を守ろうとしています。私たち、黙って見ていてよいのでしょうかナルシたちは五郎右衛門を見た。軍隊の本心が初めてわかり、その気球が目前に迫っている。しかも軍隊の気球は五家村の米を守るためのものだ。 五郎右衛門は、ぐっと表を上げた。皆の衆、今お聞きの通りだ。すぐに村へ帰って、若い者、集めてくださらぬか。よいとも、若い者には限るまい。そうだ、足腰の効く者はみんなでて、軍隊のお見方をするだろう。なるしたちは、一斉に立ち上がった。しかし、騒ぎ立ててはいけない。武器も持ってはならぬ。目立たるように、 わしの家へ集めてもらいたい。国言は暮れ六つだ。承知した。では、六つまでに必ず。勇み立っていく名主たちを見送る五郎右衛門の顔は明るく腫れ上がっていた。落合はそれを泣きたいような幸福感でじっと見つめていた。その頃、軍隊役所では車窓の周囲に堀を掘り、それに水を引いて万一に備える一方、 役所の内部もすっかり片付けて、いつ城兵が攻め寄せてもいいように準備を急いでいた。大官手付けの人数三十二人。みんな新兵衛のために一心を投げ出す人々だけだった。城からは何の沙汰もなく、酔いセックの火はとっぷりと暮れた。おい、代わりへ火をつけろ。新兵衛の命令で、かがり火が赤々と燃え出した。 車窓の周囲に五箇所、役所の前に二箇所、宵闇を焦がして燃え上がるかがり火は、そのまま彼らの闘志を漂白するようだった。甲府城からほぼ中太郎が十名の見知らぬ武士を伴ってきたのは、およそ六半ごろのことであった。来たか。新兵衛は、うなずいて出ていた。 に、ほぼ中太郎は、小足に身を固め、右手に鉄の鞭を持っていた。彼はギロリと、新兵衛を見やりながら。柴田から気候の存意を聞いた、と、霧工場に行った。いろいろ言葉の行き違いがあるようだ。しかし今更、そんな問答をしている場合ではない。幸い、近藤勇殿の大使が見えたから、 ここへご案内してきた。お互いによく話し合おうではないか。もう話すことはないと思いますがな。あるよ、大いにある。近藤勇の大使という住人ばかりの宗師の中から優れてたくましい人物が一人、大股に前へ出てきた。気候は徳川家の直進だろう。甲府城は幕府直轄だ。よいか、はじめにそいつを。 はっきりさせておく。ところで、土佐軍の先法は、もうニ崎近くまで来ておる。もうここの米を、城へ運び入れる暇はない。しかし、このまま置けば、車窓の米は、敵の兵糧にされてしまうだろう。気候が、甲府城金盤の死であり爆心なら、みすみす敵を利するような真似はしないはずだ。よいか。そこで我々は、 車窓に火を放って焼却することに一決した。無論これなら気候にも依存あるまいが。それでわざわざお越しですか。新兵衛は平然として言った。そうだ。それでわざわざ来たんだ。それはお気の毒ですな。何新戦組の大使は、ちょっとず果断を持って聞こえている。はじめは、 田舎の軍隊ごときとなめていたのだが、この大胆な挨拶にあってカッとなった。新兵は色も変えずに続けた。柴田さんに申し上げた通り、車窓の米は領民たちの備行貯蔵です。甲府城のものでもなく、幕府のものでもありません。ことに、昨年10月、将軍におかれては大政を奉還遊ばされ、 国政は挙げて朝廷の御手に服しました。将軍家において深くご謹慎遊ばすごとく、拙者は己の預かる車窓を守り、これを無事に維新政府へお引き渡し申すことを責任と思います。だが、みすみす敵軍を利するものだぞ。焼き捨てることが敵の不利を決定すると思いますか新兵が初めて声を張り上げた。 米は、国の実りという、戦に多少の利があるにせよ、国の実りを焼き捨てるような無道をして、気候らの大義名分が立つと思いますかこれほどの道理が分からぬようでは。何を申すも、互いの無駄だ。お帰りなさい。元気だな、軍隊。帰れというなら帰る。相手は、引きつるような笑い方をした。だが、 カイルには土産がいるぞ。くれるかご所望なれば。よし叫ぶとともに、大使の一人が身を沈めた、抜き打ちである。身を沈めたと見るや、ギラッと白人が、新兵衛の右胴に伸びた。しかし同時に、新兵衛の体が伸び上がったと思うと、大きく上から、抜き打ちの剣を振り下ろした。大使の剣は、新兵衛の火バを裂き、新兵衛の剣は、 大使の頭を立ち割った。だっと、前のみりに,に転倒する大使を見て、やっと、その軍隊に逃すなわめきざま、ぎらりぎらりと、抜き連れた時である。わ、という時を作って、手に手に松明を振りかざした農民たちが、雪崩のように問題へ殺到してきた。いかん、立ちのけほぼが叫ぶまでもない、残った大使たちはそのまま、 裏手の牡蠣を押し破って逃れ去った。新兵衛はそのありさまを特と見定めた。そして、意識を失って倒れた。板垣大助の戦方、印周藩の軍艦西尾東東美之助が甲府城へ入ったのは3月5日であった。これが予想以上に迅速だったのと、近藤勇の隊の入場が遅れたために、 情兵は一戦する糸まも,もなく敗走した。ひばらの傷で寝ていたしんべヱのもとへ、その知らせを持ってきたのは五郎右衛門であった。娘の落ちオも一緒だった。やはり、そんなことでしたが。全く、情けない負け戦で、逃げた者も多くは捕らえられたり、切られたり、落ち延びたのはわずかな人数だと申します。 しかし、と、しんべは、ひこく、つぶやくように言った。いずれも、幕府の恩を忘れぬ人たちだった。考え方こそ誤っていたけれども、新兵を惜しまぬ覚悟は、あっぱれ武士だ。本当に、あっぱれな人たちだった。五郎右衛門は、思わず神戸を垂れた。ひっそりと、物音の絶えた春の午後、 言葉の途切れた一時のしじまを塗って、その時、遠くから、五大庫の音がかすかに響いてきた。太鼓の音がする。落ちおとの。はい。障子を開けてみてください。何です落ちを当たって、障子を開けた。街道をはるかにゆく群馬の列。もうたる土煙の中に、 輝かしい近畿を保持しているのが見えた。見えますかはい。官軍が東へ行くところでございます。東へ。では、新軍の太鼓ですね。意識の御旗も拝めますわ。新兵は枕をどけて神戸を伏せた。五郎衛門も落ち葉も神戸を伏せた。太鼓の音は東へ。 東へ。ご飯の人々。凍る朝。その一。諏訪伊勢神家の江戸屋敷年寄り役を務める佐伯兵庫は、妻の夏と家子両名、下僕と家子三名を連れて、信濃国高島、今の諏訪へ帰国した。 しかし、保養という名目なので、城下にある己の屋敷には入らず、そのまま湖畔の入湯町へ乗り物をつけ、ボタン屋という宿に旅装をといた。座敷へ通ると、兵庫はすぐに宿の隠居を呼んだ。隠居模兵は急いでやってきたが、客の顔を見るなり、あっと言って、廊下へ白髪頭をすりつけながら閉服した。おう。 まだ生きていたか。兵庫は笑いながら、多分もう墓の下であろうと思ってきたが、まだ合が尽きぬと見えるな。十年ぶりのお目通りに、いきなりお毒ぐじでございますか。萌兵は苦笑いをしながら表を上げて、兵庫夫婦に丁重な執着を述べた。したが、いつご帰国遊ばしましたか 少しも存じませんので、ご挨拶にまかり出ませず、誠に部長法をつかむつりました。いやあ、今ここへ着いたばかりだ。ここへ、今お付きで。今度は保養の帰国でな。この通り、女房連れの全くの忍びだ。当地の役人どもにも知らせてはないし、当分はのんびりと手足を伸ばしたい。だからわしが、 当家によることは内密にしておいてくれぬといかん。かしこまりました。さようならば、一同に固く申しつけておきまする。兵庫はうなずきながら、金包みと思えるものを無造作に投げやった。土産代わりだ。取っておけ。晩には久方ぶりで、稲しでも聞こうかのう。そして特徴のある息を吸うような笑い方で、くくと笑った。 日の入る頃から十人ほどの芸儀が来て、広間で賑やかな主演が始まった。兵庫は神座にくつろいで、若い女の一人に尺をさせながら、彦氏や式部が女たちと遊ぶのを眺めていた。派手な遊びが好きで、常に賑やかな座敷を設けながら、自分はその雰囲気とは別に、一人で酒を楽しむのが兵庫の癖だった。そして、 それが彼の性格を最もよく表していた。兵庫は諏訪家の国老の子としてこの土地に生まれ、19歳で冒譜の名跡を継いでから、間もなく国家老の職に就き、高島城代として目覚ましく働いた。そして48歳の時、江戸表へ転じて長老の席に座り、一般の重しとして、 63歳の今日まで、がっしりと、反省の中枢を押してきたのである。44年にわたる彼の活躍は、高島藩に大きな功績を残した。彼でなければなし得ない多くの仕事が身を結んだ。その点では、確かにメ画廊だったに違いない。しかし、その反面には、不評の種もかなりあった。それは、 兵庫の性格が自己中心で、他の意見を受け入れようとせず、とかく圧制的にことを行うところに原因がある。もちろんそれだからこそ思うような仕事もできたのだが、同時にそれが大きな弱点となることも免れなかった。兵庫は若年の頃から、人間はこう持つと美練を残したくなるものだ。 自分は藩のために一心を捧げて働くつもりである。だから生涯子は持たぬ。そういう老成した考えを持っていた。それで古藩の家外では派手に遊ぶが、縁談には一切耳を貸さなかった。しかし、四十一歳になった時、母のいそじょの強硬な主張で、現在の妻を目立ったのである。夏は、 同伴の老職の娘で、一度、内田助左衛門という物頭の家へ貸したが、夫に死なれて、実家へ戻っていた。つまり、俗に言う出戻りであった。けれど、磯女は、夏に和歌を教えたことがあり、その気質を高く買っていたので、周囲の反対を押し切って、兵庫の妻に選んだのであった。夏は、二十一歳の秋、 最期刑へとついできた。予想された通り、彼女は良き妻であった。つば抜けた政治的手腕で、名画廊と呼ばれる一方、所持、思い切って派手好きな兵庫の生活は、絶えず家計を窮迫せしめていたが、夏はその苦しい家計の切り盛りに身を打ち込んだ。それは困難な、終わることのない仕事であった。しかも、 夫婦とは名ばかりで、かして以来、兵庫とはかつて、不死道を共にしたことがなかったのである。これらのことは皆、兵庫の自己中心の気質から来ているものだった。政治を行うにも、自分の意思をズバズバ実行する。誰にも妖怪することを許さない。妻と不死道を共にしないのも、妻を嫌っていたのではなく、生涯子は持たぬ。 という自分の意見を固示する現れである。ちょうどその酒の飲みぶりと同じように、いつも多くの人々に取り囲まれていながら、常に自分の孤独を守り通していたのである。今度、妻を同伴してきたのも、実はある重要な目的を持った帰国なので、それを国元の役人たちに感づかれないための手段に過ぎなかったのだ。 その二。主演が終わったのは四つ過ぎだった。旅の疲れと心よい酒の良いとで熟睡した兵庫は、そのあくる朝早く、まだほのぐらい時刻に起きた。そして、じっとくに襟巻、総称頭巾という妙な格好で、杖を手にフラット宿を一人で出て行った。どこへ何をしに行ったのか、戻ったのは、 ほとんど昼近い時である。そして夜になるとまた女たちを呼んで主演だった。三日目も四日目も未明に出て昼近く帰るのと夜の派手な遊びとは同じように繰り返された。その間妻の夏も従者たちもそのことにはまるで無関心な態度で黙っていた。それから二日ほど雪が降ったので 朝の外出は中止されたが、雪が上がると待ちかねたように、それも例よりもよほど早く起きて出かけた。オランダラ社の襟巻きを深く鼻のあたりまで巻きつけ、杖を片手に、出湯町の裏を東へ向かった兵庫は、風のない未明の道を、いてた雪を踏みながら、少し前かがみになって、しかし大股の、 確かな足取りで歩いていった。不文字の村へかかると、野面に巣をかけて、寒天の汚しをしているのが、ちらほらと見え始めた。その作業場へ来るたびに、兵庫は、かけすのそばへ近寄って、干し上がった寒天の出来具合を見て回った。巣の間で働いている人々の中には、兵庫の姿を見ると、ニコニコ笑いながら、 挨拶をする者も,もあった。おはようございます、江戸のご一居さん。お、おはよう、生が出るな。兵庫も機嫌よく答えながら、さらに次々と見ていった。地のへかかる少し手前まで行くと、川の流れに沿った断球の上に、新しい寒天干し場が広く幾段にも、かけすを連ねていた。 そこは塚原の豪農、坂本孫左衛門の作業場であった。他では大抵、まだ農家の副業で、片手間にやっているものが多かったが、孫左衛門は高島藩の環状奉行所と連絡を取り、本腰を入れて、探点製造の大きな作業場を作ったのである。原料の天草や平草を蓄える蔵、洗い場、月場、 鎌場などの建物に働く者たちの長屋の物置、馬屋などまで新しく建てた。そして二筋の堀には遠く山から引いてくる清冽な水が溢れるような勢いで絶えず潤沢に流れていた。この水こそ作業のためには各べからざるものだったのである。兵庫が干場へ入って行った時、かけすの間から 一人の美しい娘が、おはようございます。と、元気な声で呼びかけた。兵庫が微笑みで答えながら近寄ると、娘の後ろから、この作業場の持ち主である孫左衛門も出てきた。娘は、孫左衛門の子で、おいきという。兵庫は、この親子とも、五六日来の馴染みだった。どうじゃな、出来具合は。 相変わらずでございます。これはもう上がったのかな兵庫は巣の上から寒天を一つ手に取った。薄透明に少し濁った表紙着型の寒天は、表面に朝の色を映して、キララのような光を放っていた。やはり色がうまくないの。それでございますよ。 マウザエモンもその一つを取り上げた。もう一つというところで、どうしても澄んだ上がりができないのです。ずいぶん苦心して、これまでにしたのですがな。何か工夫をしている人がいるそうだが。さようです。ご家中のある高いご身分のお方で、非常にご熱心にいろいろと工夫をなさってくださる方がいまして。まもあれ、 向こうの作業場においてになっていいのですが、どうも思わしくないようでございます。でも、萩原様はきっとご成功なさいますわ。娘がそばから確信ありげに言った。あんなにご熱心なのですもの。見ていてもお気の毒になるほど、極心を遊ばしているのですもの。もうすぐきっと立派なものをお作りになると思いますわ。おお。 そんなに、萩原という方はご熱心なのかないや、娘は萩原様のこととなると、利儀に関かかわらず、もうごひいですから。まあ、お父様。なごやかな笑いが、静かな朝の空気を震わせていった。したが、孫財文は、ふと目をあげて、江戸のお客様も、このご商売でございますか いやあ、そうではないが。毎朝のように、こうして、お見回りにおいでなさるので、実は、買い付けにでもおいでになったのかと思っていましたが。萩原作の進。その一。いやあ、商売ではないがな。兵庫は、ちょっと目をそらした。 ご当地で寒天作りを始めてから、わずかな年数の間に体操大阪方面へ出回るという話を聞いたものだから、保養に来たついでに見せてもらっているわけですよ。数だけは随分上がるのですがね。直左衛門は手を挙げて、ご覧の通り見える限りの星場ですから、積み出す数は年々増える一方ですが、何しろ大阪には、 本場の単語物が根を張っているので、上がりの悪いこちらの品は、どうしても2番物、3番物にされてしまいます。この色さえ、もう一息言ったらのう。そうなったら、高島の天下でございますよ。炎の手に持った寒天を置きながら、着せずして2人は同時に、吐息を漏らした。高島藩の寒天製造は半週、藩主、 稲葉の神中世が最優の折、丹後地方からその製法を伝えてきたもので、当時は創業してまだ間がなかったにもかかわらず、気候や風土が適していたのと、藩の熱心な指導と、そして農民たちのたゆまぬ努力とが一致して、非常な熱で発展し、すでに大阪の市場へ多額な出荷を見るようになっていた。しかし、技術的に、 まだ不足な点があって、その製品の仕上がりがうまくゆかず、丹波、丹後地方で制するものに比べて、かなり品の価格が落ちるため、出荷数の多い割に利益は思うほどでなかった。幕府生態の末期的な現象の一つとして、一般諸藩と同じように、高島藩も当時は財政困難に直面していた。ことに、 その地政の関係で古くから食料物資の移入国であるため、領内の産業開発は各べからざる問題であった。だから今、寒天製造が成功するかしないかは、それに従事している農民たちよりも、むしろ高島藩にとって重大な懸案だったのである。やれやれ、大層邪魔をしました。 そう言って、兵庫が立ち去ろうとした時である。あれお父様娘が振り返って叫んだ。萩原様がかけていらっしゃいますわ。おう、ひどくまたお急ぎのようだな。渡入れるの子にタン丸腰の若い武士が一人、両手に干し上げた寒天を持って走ってきた。坂本殿、できました、できました。えできたとは ご覧なさい。見事な上がりだ。それ、この通り、氷のように住んでいる。これも、これも、みんな同じように、上がっているでしょうほほ、本に、これはまあ、素晴らしい出来だ。私にも、お見せくださいまし。おいきも、父の手から、観点の一つを取ったが、あくまで澄んだ素晴らしい出来を見ると、ぱっと産業の色に目を輝かせながら、男を見上げた。 まあ、萩原様。立派でしょ、おゆきさん。これで、苦心の甲斐がありましたよ。若い武士もまた、喜びにあふれる目で、じっと、娘の顔を見下ろした。これが今、話に出た人物だな。兵庫は、そう思いながら、気づかれるように、若者の様子を見合っていた。年はまだ若い、骨太の見事な体で、 顔も朝黒くたくましいが、純粋な目と口元に何とも言えぬ温かみが溢れていた。それでは新しいご工夫がついたのでございますかはったか探していたようなものだ。工夫というのも恥ずかしい。ただついた後の水さらしをこれまでの三倍にすればいいのです。水さらしを多くするだけでございますか単語製法では 一時半ということだが、それを三倍伸ばし、さらせは済んで上がる。実地にやってみせましょう。どうかすぐ、みんなに触れを回して集めてください。承知しました。保育、お前行って、買い物を読んでおいで。はい。お育は、走って行こうとして。あらあの江戸のお客様はと、振り返った。兵庫はその時、すでに、星場の段丘を下って去りつつあった。 誰ですあの老人は。萩原は兵庫の後ろ姿へ目を光らせた。どれですかよくは存じませんが、もう五六日ずっと毎朝のように寒天作りの模様を見に来るのです。何のために自分では隠していますが、私の考えでは江戸から買い付けに来た商人ではないかと思います。江戸から来た若者の目はいつまでも 去っていく兵庫の後ろ姿に吸いついていた。その二。その、酔いのことであった。例によって芸者を呼び、賑やかな主演が開かれていたとき、宿の隠居無兵が慌ただしく入ってきた。そして兵庫のそばへすり寄って、午前、お城からおけくらいでござります。 恐る恐る言った。城からお兵庫の目はもう酔っていた。固く申しつけておいたに、漏らしたな。ええ、めっそうもない。実は夕国前に、お目付役がお見えなさいまして、いろいろと。言い訳はよせ。見つかったものなら、しようがないから会う。誰がいったドロシマ様、カリア様にございます。よしよし、ここへ通してやれ。はい。 ここでよろしゅうござりましょうか。女どもはいしまして。いや、このままでよい。萌えは走るように去ったが、まもなく二人の武士を案内してきた。なるしま二代、狩りや角八、いずれも老職格の者のだった。ああ、こじらへこじらへ。こちらへ兵庫は自分のそばへ二人の座をあけてやった。この度はびさのご帰国。 ご現象にて何より執着に存じ上げまする。ご一国の趣向き、いささかも知らず、ご挨拶にも出ませんで、失態つかまつりました。お手を挙げ、お手を挙げ。二人の手帳の挨拶を、兵庫は気軽に遮って。女房連れの保養でな、宿へもその旨を申し、家中へ知れざるよう隠れておったのじゃ。したがって、見られる通りの座敷。 堅苦しいことは脱ぎにして、さあ、いっさん参ろう。はあ、しかし、よ宵は、ご挨拶を申し上げるために。無用無用。芸儀どものいる前で、そう噛みしもつけてはらい草じゃ。さあ、参ろう、刈谷殿。では、おせに甘えまして。なる島さんも、膝をうくずしなされ、久方ぶりで、江戸仕込みの長歌でもお聞かせしようから。 女どもも固くなることはないぞ。騒げ騒げ。杯月が回り、再び三味線が成り出した。すると間もなく、また三名の客がやってきた。貝塚、久兵9名、クリタ、これも上席、老職の人々である。これらの人々が続々とこんな場所へまで挨拶に来るほど、兵庫の権威は圧倒的だったのである。にわかに客が増えて、 座敷は花が咲いたように賑やかになった。それから、さらに半時余り経って、一人の若い武士が案内もなく、すっと座敷へ入ってきた。しかし、賑やかに酔いの発している一座はそれに気づくものもなく、彼は隅の方に座って、両手を膝に置いたまま、冷ややかな目でじっと兵庫の顔を見つめていたが、やがて、 最期ご老職に行為を得ます。と、声を張り上げて呼びかけた。よく通る声だった。三味線も歌もぴたりとやみ、断章していた人々も一斉に振り返った。兵庫は水岸を向けながら。誰じゃ、そこではわからぬ。こちらへいれ。ごめん。若者は会釈をすると、座の真ん中を進んで、 兵庫の前に探査した。そして、作法通り、霧工場で帰国の執着を述べた。ああ、たくさんたくさん。堅苦しい挨拶はもうたくさんや。兵庫は、酒月をと、差し出しながら。見る通り、みんな袴を脱いだ気楽な席。老職も、平侍もない無礼孔じー一参参参ろう。いや、いただきません。そう、肩を張るなと申すに。 酒は部長法です。にべもない言葉だった。兵庫は思わず目を見開いて相手を見たが、その反白の眉が急にピクリと波を打った。ジノで見た男ではないかその通りだった。ジノのマウザイモンの作業場で新しい工夫に成功したと言って喜んでいたあの萩原という若者であった。 そうか。酒は、飲まぬか。それよりも、ご老職に申し上げたいことがございます。女ども、しばらくお遠ざけください。何の用か知らぬが、今この通り、主演仲間じゃ、また改めて。はい、なりません。若者は、冷ややかに遮った。ぜひとも今宵、申し上げなければならぬことでございます。女ども、下がっておれ。 声を励まして叫んだ。女たちはびっくりして、すぐに立って、座敷から出て行った。若者はそれを見すまして、きっと、形を正しながら。勘定奉行、萩原作之進、お伺い申します。と、てきばきした調子で言った。ご老職この度のご帰国は、かねてお沙汰のありました、年貢割増しについて、そのご吟味のためと存じまするが、 いかがでございますかそれは違う。それは違うぞ。兵庫は神戸を振って、わしはほんの未保養のために帰ったのじゃ。女房連れの気楽な帰国じゃ、さようなことは夢にも知らんぞ。いずれにもせよ。と、作の心は強く肉薄した。先般内、再三おたのありました、年貢割増の件につきまして、ご帰国を幸い。ぜひとも。 国元の事情をお耳に入れたいと存じます。朝にもごと上の上、お寄り合わせを願います。それは、国元役人合議の申し分か。役向き一頭よりのお願いでございます。しかと、お耳に入れます。作の心は、返事を待とうともせず、別事を述べ、列席の老職たちに会釈し,して立った。 若き人々。その一。はい、言われ、作のシーン。兵庫は、その名を幾度か呟いてみては。弱い者が。と、眉をひそめた。六十歳を越す今日まで、そのような態度で、自分に当面したものはなかった。兵庫の逆付きを拒み、許しも得ず、女を遠ざけ、 帰国の目的までズバズバ尋問する。若年の頃から高島一般を抑えてきた兵庫にとっては、かつて経験したことのない屈辱的な応対であった。もっとも、兵庫が屈辱を感じたのは、佐野神が彼の帰国の目的を感破したところにその原因があったのだ。年貢ありまし。それは去年からの懸案で、その条文は、 兵庫の手になったものであるが、国元ではなかなか承服しないのである。二度、三度、国元と江戸屋敷との間に折衝があった。しかし、案外に国元の意見が強硬で、そのまま捨ておいては増税は否決されるかに見えた。何者がそんな横車を押すか兵庫はイライラしてきた。 寒天製造もよほど発展し、大阪への積み出しも莫大に上っているのに、わずかばかりの割り増しができぬとは、腰抜けぞろいな。そう思うと我慢ならず、雇用の暇をとって帰国したのである。問題は寒天だった。城下へ着いて以来、彼は身分を隠して、処方の作業場を見て回った。考えていたよりも製品の質は良くなかった。 それで少しがっかりしたが、しかし、孫左衛門の作業場で、いよいよ最上の品が作れるという事実を確かめることができ、帰国した甲斐があったと喜んでいたのである。まだ、お休み遊ばしませんか理室から妻の声がした。うん、うとうとしておる。鬼村でもお入れ申しましょうか。それには及ばぬ。 兵庫はそう言いながらふと、夜中そうやって、隣室から妻の声を聞くのは、結婚して以来初めてのことではなかったかと考えた。すると、有明のほの暗い光の中に、ひっそりと寝ている妻の姿が見えるように思えた。お前も眠れないのかはい。私はもう、これが昔からの癖でございますから。そうか。 兵庫は目を閉じた。隣室もそのまま元のように新刊となった。遠い浴室で湯のあふれるかすかな囁さささきが聞こえている。その音のために帰って寝いるような深夜の静けさの中に、時折湖水の方から張り詰めた氷の染み割れる響きが伝わってきた。翌朝、 もう出かける必要のなくなった兵庫は、例になく、気象が遅かった。昨夜の出来事が、まだ、頭に残っているのであろう。顔色もさえず、朝食を済ませるとすぐ手紙をしたため、国ろう清水逸之江門の元へ持たせてやった。年貢割増しの件について、寄り合わせをするから、係役人に支度をさせておけ、という意味の書面だった。 兵庫が途場したのは四つだった。国老をはじめ、係役人たちはすでに古助院で待っていた。兵庫は、その人々の中に、萩原作之進のたくましい姿を見つけた。次儀の応酬が終わるとすぐ。先般、お里書をもって達しのあった年貢割増について、江戸表の事情をまず、簡単にお耳に入れる。と、兵庫は、 よく通る声で始めた。かねて、条文にあるごとく、近年、お物入り続きにて、江戸表、お台所向きは、ご窮房にあらせられるが、国元領民の困難をおぼしめされて、できる限り、お手元を切り詰め、ご政治表も、石鹸第一として、今日まで参った。しかるに、この度、上屋敷内、ご本殿の改築、 中屋敷御修造、お上において、老中お役付きのための御入費。これら差し迫っての御用にて、やむなく割増の義を仰せ出された次第でござる。江戸表役人中においても、兵庫は流れるような調子で続ける。国元の様子はつくづく見合わせておるが、近年は格別年貢増しのお沙汰もなく、一面には、 寒天製造のなりわいも大いに進み、この程度の割りくらいは、被災なく、お受けできるものと存ぜられる。また、たとえ、多少の困難はありとも、この度のご入用は、差し迫って、抜き差しならぬぎなれば、国元においても、その胸を、よくよく愛含み、取り急いで、お達しのごとく、決定されるべきだと存ぜられる。兵庫は言い終わって、 列車の人々を見回した。みんな、固く膝に手を置いたまま、目を上げるものもなかった。五条代のご意見はいかがじゃ威圧するように、兵庫が清水のえもんへ目をやったとき、勘定奉行より申し上げます。と、萩原作之進が表をあげた。 その2。渡入れぬの子にタンクをつけた格好もたくましかったが、朝上下に意義を垂らした姿は一層たくましく、また全身に列々たる息のみなぎっている感じだった。ただいま、ご説明のありました指示は、かねてお沙汰書を持ってよく受けたまわり、国元役人中にてしばしば合議の上、その都度、詳しく江戸をも手まで、 お答え申し上げてございます。今、再起ご老職のお言葉に、国元の様子もつくづく見合わせ、という仰せがございましたが、もしそれが事実であるなれば、毎毎お答え申し上げました通り、この度の年貢割増しの儀は、お取りやめを願える者と腰心つかまつります。改めて、ご覧に入れるまでもないとは存じますが、作の心は一冊の帳簿を開いて、 ずっと座を進めながら兵庫の前へ差し出した。これに、高貨四年度よりのお蔵入り、出費の統計を書き上げてございます。お目通しの上、このうちより差し繰り配分ができるというおぼしめしがありましたら格別。ただいまのところ、寮内物なりからは一輪半毛の割増も不可能でございます。だが、このお蔵入りには、観点式にりは。 入っておらぬはずだな。大瀬のごとく、新産業ご奨励のため、寒天仕切りは別勘定になっております。それをクリエれたらよいであろう。まだ到底、そこまで参っておりません。だが、大阪への出回りも莫大であるし、上質の製品もできると決まった以上、霧もなく別勘定で捨てておくには及ぶまい。上質の製品、と、言いかけて、 桜神は急に口をつぐんだ。お、あの老人だ。彼は目が覚めたように、地野の,の作業場で見かけた老人の姿を、今大座している兵庫の上に見出したのである。あの時孫左衛門は、江戸から寒天を買い付けに来た商人だと言ったが、それは兵庫だったのだ。いかにも、桜神はぐっと目を上げた。 領民どもの苦心によりまして、ようやく単語物に劣らぬ上質品ができるように愛なりました。もっとも、それは見込みが立ちましただけで、実際の収益は今年冬の木を待たねばなりません。しかし、もしすでにその収益があるといたしましても、別感情という点は当分の間、動かすことは愛なりません。なぜだどうして動かすことができぬ 寒天製造は、まだ産業の著についたばかりです。両分の気候風土は、この事業に最も適し、順調に発達しますれば、両民の福祉となるはもとより、半家のためにも、重要な財源の一つとなること確実です。なれど、それには製造事業を、十分に発達させなければなりません。設備もまだ、不完全です。技術も未熟です。 材料を買い上げの手も広げなければなりません。つまらぬ例えを申すようではございますが。と、作の心は声を改めて言った。果樹を一本育てますにも十分に木の成長を待って、初めてその果実を収穫いたします。もし若木のうちより実なりを急げば、その木を弱らせ根を枯らしてしまいます。それと同様に。 寒天製造が重要な事業であればあるほど、当面何を置いてもこれを完全に育て、できるだけ発達させることが大切です。年貢割り当てなどはまだまだ先のこと。ただいまはもっともっと、資金と助力を与えてやらねばならぬ時期でございます。そのように、いちいち理屈を申していたのではきりがない。別感情の繰り入れがならぬとすれば、 どうせよと言うんだ。年宮割増のお沙汰を、お取りやめに願いたいのです。作の心は、きっと兵庫の目を見上げ、静かではあるが、力のこもった声で言った。江戸神屋敷、ご本殿のご改築は、ご延期を願います。中屋敷のご修造も同様。また、お神におかせられましても、多悪のご出費がなければ、老中、お役付きに、相ならぬといたしますれば、 これまた、お役付き、ご遠慮に願います。どもで作之進。老中お役付きは、お神にとってのご出世。それをご遠慮に願うとは、出過ぎた申し状だぞ。恐れながら、お言葉を返します。公然として、作之進は眉を上げた。最近ごろ職にも、当時天下の事情は、ご存知でござりましょう。うちには、 倒幕を叫ぶ老子の動きあり、外には異国船の来たり伺うこと刺激。江戸御公儀にとっては、一歩も揺るがせならぬ重大な時でございます。かかる折には、老中諸奉行とも、最も才能終罰の人材をそらえて、ことに当たるが公儀の恩ため、たとえ一役たりとも、金品、縁故の力で死すべきではないと存じます。 当時はまだ諸公たちが、賄賂をやったり、縁故にすがったりして、道中職業の役に就こうと争ったものである。したがって、幕府閣僚の多くは無意無能。ただ、役名を持っているというだけで、いてもいなくても差し支えのない人物がたくさんあったのだ。老いたる花。 その一。兵庫の舞は、ピクピクと引きずった。何金品縁故の力で、一役たりとも、老中を死すべきでないと申すか作の真。それはお上を、ご誹望し申すことになるが承知かお上に対しては申し上げません。お上ご側近の方々に申すのです。講義において、お上のご人物に、 食されるところあれば、タークのご出費をまかずとも、老中五人名のお沙汰があるはず。反省ご急房をも帰りみず、かかることのあるは、お上のご意志ではなく、側近の方々の部分別から出たことだと思います。過言だぞ、桜神。過言でございましょうか。桜神はびくともせず、たと兵庫をねめ上げたまま突っ込んだ。例えば、 ご老職。小なたさ様のこのびのご帰国にあたり、上下お屋敷にはお入り遊ばさず、他人数にて宿へ泊まり、芸儀を集めて、夜ごとのご主演は何のことでございます。小なたさ様の金を小なたさ様が使う。誰に迷惑もかけるとおぼしめすかもしれませんが、おちは天から不りも、力湧きもいたしませんぞ。はわかりながら、無分別と申し上げたのは、 ここのことでございます。五殿の五改築も、お役付きの入費も、差し迫って抜き差しならぬものとは考えられません。領民は今、半径百年のために、粉骨再審しているのです。勘定奉行の役目を持って申し上げますが、年貢割増しの儀は、固く、お取りやめを願います。日よけかざしている兵庫の手が、目に見えるほど、ブルブルと震えていた。彼は、 サクロの言葉が終わるや否や。わしは退席する。と、わめくように言って立った。思考の論まで持ち出すようでは、もはや何を申すも無駄であろう。わしの意見は、改めて申し伝える。今日はこれまで。国郎、清水一之江門が引き止めるのを、振り払うようにして退座した。廊下に、オ谷彦ヒ郎が待っていた。兵庫はその、 彦四郎の顔が凄まじく引き歪んでいるのをちらと見、廊下を蹴って下城した。兵庫の怒りは大きかった。その怒りがどんなに激しいものだったかは、彼の僧帽が憤怒の色でなく、むしろ祝殺たる寂しさを称たたえていたことでわかるだろう。実のところ彼自身にも、今自分の心を去来する感情が、果たして、 骨を噛む憤怒なのか、また、高涼たる寂しさであるのか、わからなかったのだ。彼は、宿へ帰り着くまで、何も言わなかった。しかし、その太い眉だけが、彼の心を漂白するように、時々、ピクリと、引きつっていた。そして、宿へ帰るとすぐ酒を命じ、珍しく、妻に尺をさせながら飲み始めた。 お顔色が優れませぬ。ご女中で何かご不快なことでもございましたかん何別に何もない。では、ご気分でもお悪いのではございませんかそのように見えるか。振り向いた夫の目を、夏は押し包つつむような目で受け止めた。兵庫はすぐ眩しそうに目をそらせた。アンゼルには及ばぬ。 御用の件で少し気になることがあるのだ。酒がぬるい。それは、あいすみません。お返いたしましょう。夏が経つのを待っていたように、ふすまを開けて、彦四郎が現れた。彼は敷居越しに平服しながら、申し上げます。と、決意の色の現れた顔で言った。なんだ。ただいま限り、お糸間をいただきとお存じます。糸間をくれと はい。兵庫は、ぎろりと彦四郎を見た。彦四郎は、押さえつけたような声で。しゅ恥ずかしめられるときはシシスと申します。まして、ご正堂の邪魔となる感情奉行。恐れながら、彦四郎を目に。そう言って、食いつくように見上げる目と、兵庫の目とが、たと結びついた。十秒余り、沈黙が続いた。 彦四郎の眼光は不動の決意に燃えていた。兵庫はそれを明白に読んだ。沈黙は、いささかの躊躇を語ったに過ぎない。兵庫はうなずいた。そして立って手文庫から金を取り出して包むと、旅費じゃ、とそれへ押し合った。落ち着いたら、トイレをよこせ。ほ。っ。コシ郎は、 ニット美少しながら、えふくした。そのにおそうなりまして。夏が入ってきた。おそらく、主従の話を耳にして、彦コ郎の猿るのを待っていたのであろう。静かに、元の座へ座ったが、その顔色には、暗い不安の色がみなぎっていた。 ただいま、ちらと耳にいたしましたが、彦四郎に、糸間を使わし遊ばしたのですかうん。しばらく戻らぬかもしれぬ。それはあの、もしや、夏は恐れていることを口にする者のおのの木に、おろおろとどもりながら言った。もしや、誰ぞ、ご成敗遊ばすためではございませんか さようなことに、口出しはならぬぞ。よう存じておりますけれど。彦コ郎の口ぶりでは、確かに、誰ぞご成敗になる様子。もしもそれが。それがあの、昨夜、ご主演の席を騒がしました。萩原作之進でしたなら。どうしたもしそれが作の神であったとしたらどうした旦那様。夏は、さっと色を変え。 送信を震わせながら声を絞っていった。お願いでございます。夏外長のお願いでございます。いかなるご不況をこむりましたかは存じませんが、ご成敗だけは許してやってくださいまし。どうぞ、それだけはご勘弁遊ばして。どうしたのだ、夏。何をそのように震えるのだ。あれを、助けてやっていただきたいのです。 作の真の命を助けていただきたいのです。旦那様。あれは、私の産んだ子でございます。兵庫は殴りつけられたように半身を起こした。何あれがお前の子だと亡き母上様から、お聞きお呼びでございましょう。私、佐伯家参ります前、内田助左衛門が退化しました。半年足らずで。 夫に死別。いろいろな事情から離縁になって実家へ帰りましたが、まもなく産んだのが桜心でございます。ごなた様へとつきましたのは、それから二年目。申し訳のないことながら、それ以来、あれのことは片時も忘れることができませんでした。五つの年に、里から萩原へ養子に参ったことも、桜心と名乗って無事に成長し、 去年の春には、ご勘定奉行に出世したということも、みんな、存じておりました。もしも、夏は、むせびあげながら、もしも私が、小夏様のお子を、お見申すことができていましたら、こんなに桜の神のことを、考えはしなかったでございましょう。そう言って、崩れるように泣き伏した。冒然として、 妻の波打つ方を見ているうちに、兵庫の胸には、熱い湯のようなものがたぎってきた。不思議な感情だった。彼は初めて、そこに泣き伏している妻に、激しい愛情を感じ出したのである。夏に子がある。夏は子を産んでいたのだ。それは、自分の子ではなかった。けれど兵庫には、無関係なことだ。 彼はただ、夏に子があるということから、その子を産んだ時の夏の若い姿がありありと見えるように思えた。目取って以来、一度も不死度を共にしなかったのは、兵庫の偏った考えから出たものだ。不死度を共にしなければ、この生まれるわけもない。夫妻は名ばかりで、年々と互いに老いてきた。 誇張して言えば、もはや二人の間には性別さえも感じられなくなっていた。それが今、夏に子があったという一言で、妻の上にあった若き姿が、まざまざと目に見えてきた。年老いた妻の中に、初めて匂い高き女性を見出したのである。兵庫の胸は、温かいものに溢れた。 六十余歳にして初めて、そんなにも身近に妻を感ずることの喜びがあろうとは知らなかった。待っておれ、久の心は大丈夫だ。兵庫はそう言って立った。宿の者に馬を引かせた。百姓蔵であったが、そのまま乗って出た。侍屋敷への道は一筋。枯れた足の上に、 午後の薄日が差していた。湖水へ注ぐ川の手前で、兵庫は織田に彦四郎に追いついた。彦四郎待て。もう行くには及ばぬ。馬を彦四郎のそばで止めながら行った。主催は後で聞かす。そなたはこのまま江戸へ参れ。分かったかこのまま江戸へ。そうだ。宿へも夜には及ばんぞ。 そう言うとともに、再び馬を飼って、侍屋敷の方へシックしていった。乗り付けたのは、国がの清水伊豆の門の屋敷だった。主の伊豆の門は、兵庫の来訪と聞いて、すぐに支度を改めて客前へ出た。上中で、あんなことのあった後である。どのような激しい怒りに触れるかと思ったが、兵庫は、 機嫌よく笑って、えしゃくした。何事のご自らいでございます。隠居しようと思ってな。意外な言葉に、いつのえもんは、ちょっと返事ができなかった。兵庫は、さばさばと笑いながら。わしも随分、憎まれ役を務めてきた。もう、引退すべき頃だと思う。時世も変わったし、若い者の中にも、 なかなか骨のある奴が出てきた。今日のようにやられては、わしも肩なしじゃ。あの元気には適しません。何しろ、拙者どもの若い頃とは、まるで考えが違います。あれでいいのだ。あの元気があれば、任せてもよい。それで、わしも隠居する気になった。どうか、江戸をもて、手続きを取っていただきたい。しかし、早急でございますな。 気の短いは老人のくせじゃ。そう決心したら、一時も早く、肩の荷を下ろしたくなって、百姓も飛ばしてやって参ったよ。やれやれ、これでどうやら身が軽くなった。もう用はないというように、兵庫はすぐ立って玄関へ出たが、ふと思い出して、それから、あのパンジョウ奉だわな、と振り返った。 あれは、まだ独身かそれとも、再退しておるのかまだ独身でございますが。では、わしが嫁の世話をしてやる。こう言っただけでは、そこもとにはわからないが、実は、いい嫁の心当たりがあるのだ。あったら、そう伝えてもらいたい。いずれ話に参ると。いつのえもんは、笑いながらうなずいていた。 馬の足も軽く、木とについた兵庫は、地野で知った魔王左衛門の娘、おゆきの顔と、作の心のたくましい姿とを並べて想像しながら、自然と湧いてくる微笑みとともにつぶやいた。今年は、ゆっくり花が見られるな。妻を連れて、どこの花を探ろうか。 1> 鏡。一。路中部屋へ入ってきた、大旅中の神の顔色を見て、たらきはすぐに行けなかったなと思った。急いできたためばかりではないらしく、肥えた透け胸の厚い胸は、目につくほど波を打っていたし、いつも血色の良い額のあたりが青白く、油汗をにじませてさえいた。 ご挨拶はどうであったさぬの神酒井忠和が、そう咳立てるのとともに、長井信濃、堀田加が道中ではないが、特にこの席へ出ていた松平信綱など、みんな息を飲んで、備中の神の答えを待った。誠に、申し上げようのなき声尺にて、備中、なんとも途方に暮れて立ち返りました。 あくまでご承知は、ならぬと仰せか。水戸の加盟にかけても、との御意にございました。坂井忠勝は、じろりと振り向いた。そしてさっきからじっと目を伏せたままでいる忠明に向かい、その責任の在所を強調するように言った。文吾殿、お聞きなされたか何かご所存が、終わりなさるか たはなおも黙っていた今大きな計り知れない大きな責任が彼の肩へのしかかっている一歩を誤れば幕府の威信が地に落ちるしまた一歩を誤れば天下の騒乱になるかもしれないのだそれより半月ほど前江戸城二の丸の櫓下で水戸家の家臣と本丸のお小人とが つまらぬことの行き違いから喧嘩になり、水戸家の家臣が、おこびとを切って、尻ぞいたという出来事があった。上中では、閣議を開いた上、道中から使者を立て、下手人の引き渡しを求めたが、聞かれなかった。そこで一歩を譲って、判定において、死罪に行うよう要求した。水戸家は、これをも拒んだのである。 相手はご直参かもしれぬが、水戸家の家臣とても直参同様である。同格の者の喧嘩であるから切られぞ。ん。切り毒でよい。そういう、にべもない返答だった。水戸家がこれほど強硬に出ようとは思わなかったので、老中は当惑した。当時、官営年間において、閣老の最も苦心したのは、幕府に絶対の威信をつける。 ということだった。徳川百年の石杖を固めるのは今である。鉄は赤いうちに鍛えなければならない。そのためには、御三家といえども、葛釈がなかった。現に、尾張家や木家などには、一切ならず、剣石や休門が発せられた事実があった。今度の出来事も同じ意味で、内容の遺憾よりも、水戸家の頭を押さえることが、 目的だったと言える。ところが、水戸の寄り房は、まだ三十左右の若さだし、なかなか計画の多い人だったから、早くも老中の意向を見抜いて、春列にこれを拒絶したのであった。問題は、その小さな事実から重大な局面へと飛躍した。すなわち、水戸家の言い分を通すとすれば、 幕府の威信を失墜することになるし、幕府の威信を通すとすれば、見とけと正面衝突をしなければならぬ。今、三度目の死者、大田備中の神が、何の得るところもなく帰ってきたことによって、老中はまさに、その抜き差しならぬ位置にと立ったのである。老中の責任者は、安倍文語の神、忠明だった。 坂井忠勝は、ほとんど救問者のような態度で彼に詰め寄った。黙っておられてはわかりません。何かご支案があれば、受け止まりましょう。中南言様のご希少は、こなたもご承知の通りじゃ。三度まで死者を立ててならぬとすると、穏やかなことでは、愛すまぬと思われるが、どうか。私は、 決してさようには思いません。さように思わぬとは中納言様のご気少が、どう荒らせられましょうとも、老中よりの達しは、すなわち、上様のご上位にございます。理由の遺憾にかかわらず、ご威廃は叶いませぬ。忠明の言葉は静かだったが、その静かな調子には、確信の響きがあった。さぬきの神忠勝は、挑むように笑って、 同じことを、何遍も申しても、大事の裁きはつきませんぞ。水戸様がご承服なさればよし、万一、あくまでならぬと盾をおつきなされたら、どうするさようなことはございません。ないとは言わさん。現に十四日の日数を要し、三度まで上司を立てても、ご承服なさるのではないか。重ねて申し上げます。やはり静かな声で、 けれど、決定的に忠明は言った。御三家、伊豆方様に限らず、老中の申し立しにご位牌は相なりません。押してわがままを仰せあれば、ご会益あるのみでございます。誰かが、言わなければならぬ言葉を、安部忠明がついに言った。言葉は簡単であるが、その内容の重大さは計り知れない。それを言い切ったことは、 道中の決意の硬さを示すものだ。堺忠勝は初めてニット美少し、黙って座っている伊豆の神信綱を帰り見ていった。これを聞けば心配はない。帰って、鎧ビスでも取り出しておきますかな。に、 ビトアンに伝わっている書物にも、この時の騒ぎが並々ならぬものとして記してある。幕府の決意が固いと見ろや、水戸家では一戦の覚悟で準備を始めたし、渾身の大名たちも援助の使者を送った。中にも、岡崎の暴れ者、大剣持、水野忠義は、我こそ先人をつかむつらんとて、派手つけ参りけり、 というように書いてある。しかし、剣持忠義は、心底幕府に忠誠の人で、五万石の大名の見れいて自ら、終わり城の偵察をしたほど、身も心も徳川宗家に捧げきっていたのだから、水戸家について、江戸城へ弓を引くとは考えられない。これは、五殿でないとすれば、水戸家の様子を探りに行ったものだと思う。 とにかく、見戸家では、かように騒然としていたが、幕府では、すぐには何とも、動く様子がなかった。そして、間もなく、霊日の、途上日が来た。忠明は、大田助宗を招いた。豪気不屈の寄草は、おそらく、途上するに違いない。この学習の中で、堂々と、途上されては、幕府の敗北である。 いかなる方法でもよい。必ず三田様のごとをおとどめ申して参るよ。助宗は、忠明の言う意味を了解し、すぐに馬を飛ばしていった。大田助宗の妻は、三時から来た。つまり、頼房の妹である。そういう関係から、特に忠明は、彼を選んだのであった。助宗が馳せつけて行くと、頼房の行列は、 もう水道橋を渡っていた。彼は馬を降り、よりふさの乗り物のそばへ近づいていった。微中の神申し上げます。はばかりながら、今日のご土壌はご妙に願います。よりふさは乗り物の戸を開けた。それは、れびとの申しつけだ。老中よりの申したしにございます。濃い眉をきっとあげて、 よりふさは突き放すように言った。老中どもの指図は受けぬ。かごやれ。しばらく。助宗は差し添えに手をかけていた。押してごとうとあらばやむを得ません。備中、この場に腹をつかまつります。備中の屍を踏み越えておいで遊ばせ。ごめん。城を出るときから覚悟は決めていたのである。助宗は。 手早く襟をくつろげ、差し添えを抜いた。脅しと本心では気組が違う。よりふさは、さすがに目をつむれなかった。待て、っちスケムネは、顔を上げた。必死の目だった。よい。その方に免じて、今日の途上はやめにする。乗り物戻せ。音荒く閉まる乗り物の塔。スケムネは、半ば呆然と、 見守っていた。スケムネの報告を聞いたとき、ただあきは一言、ご苦労と言ったきりだった。しかし、心の内では、勝利を叫んでいた。理由はどうあろうとも、よりふさは、その頑強な城の一角を、譲ったのである。ひたおしに押してきた力に、ひといきのゆるみが現れたのだ。よし。 ここで中納言殿と一気打ちだ。忠明はその日明るい前つきで屋敷に帰った。老中の職についてからほとんど表だけの生活をしてきた忠明はその日珍しく奥で夕食をとった。夫人浅子は自らクリアにおり心を込めた料理の品々ななで夫をもてなした。朝子は 夫より七歳下の二十四歳で、すでに徳千代という生死、山和という女子の二人の子の母であった。給仕の者は遠ざけてあった。わずかな量の酒を味わいながら静かに飲むのが、ただあの好みだった。激務の疲れが、そういう時に最も心よく癒される。朝子はそれをよく知っていた。 それでそういう時には、いつも休止のものを知りどけ、夫妻だけでくつろいだ時を過ごすようにした。この間中は珍しい本が手に入りまして、おかしいことをいろいろと読みました。磯穂物語と申すのですが、ご存知でございますかそ穂物語磯穂物語とは聞かんな。 異国の賢者のことを書きましたもので、長寿中魚のことに託して、世帯人情の善悪、表裏を誠に巧みに記してございます。磯穂物語とは言うまでもなく、ソップ物語である。随分早く、すでに文六年間に翻訳されていたし、ついで、慶長本、玄奈には、活字本まで出ていた。浅子は、 それを読んだのであろう。およろしければ、一つ二つ、お話申し上げましょうか。そう言って、その偶話の中から、超ありげなものを拾って、夫に話して聞かせた。三、基地にとんだその話は、ただあきを喜ばせた。あさこは求められるままに、しばらく話を続けていたが、 やがて、ふと思い出したように。これは、お笑い草でございますけれど、私も先頃、いそほのこちに習ったことがございます。そう言って、夫を見た。ほう、それは聞きたいな。詐欺と申す、はしを、ご存知でいらっしゃいますかおくろおくろと、よく、おからかい遊ばしました。知っておる。あの通り、色も黒く。 ぶわったことばかり好みまして、いつまでも男のように他愛のないものでございましたが、つい先頃から、急に立ち居の様子が変わってまいりました。武家の妻が、明日のことなど、夫に話すためしはない。まして、朝子の気質には珍しいことなので、忠明は今日をそそられながら聞いていた。肩肘を張った歩きぶりに、 娘らしい柔らかみがつき、言葉の端々にも、どことなく、艶が見えてきました。やはり、春の時は、たがえるものとおかしく存じておりましたが、そのうちに、紅を白いさえつけ始めたのでございます。それはさぞ、面白い色になったであろう。日頃から、けわいなどは、けなして見向きもいたしませんでしたから、まるで化粧のいたし方も知らず、きめの荒い。 黒い顔へ、ただ見まねでいたしますので、それはもう、申し上げようのない顔つきでございました。大いの者たちは、良い慰みにいたしまして、ことさらおかしくなるように教え、陰では手を打って笑っているようでございました。それがあまりかわいそうなので、気をつけて使わそうと存じましたが、あの気性でございますから。さて、打ち付けに申すのも気の毒と、私、 少々支援いたしました。朝子はつつましやかに微笑し、ちらと夫を見上げながら静かに続けた。身に欠けたところのある者へ、あからさまにこうと申しましたら、申されたことがいかに中言でも、その者の,の心にはなかなか素直には受け入れられるものでございます。私磯子いそほのこちをいろいろ考えまして、 サギリに鏡を一面使わしました。ただあきは、逆きを置いた。妻の言おうとすることが、ただ、はしたの話だけでないことに気づいたのである。サギリは、私の使わしました鏡で、自分をよく見直したのでございましょうか。それとも、使わした私の心に気づいたのでございましょうか。それからは、自然と、 おしろいのはき方もほどよく、べりのつけ方もおかしくないようになってまいりまして、この頃ではどうやら娘娘してきたようでございます。そう言ってあさこはそっと微笑した。ただあきはその妻の目をしばらくじっと見守っていたが、やがて酒きを手に取りながら、小髪、子、とつぶやくように言った。 ただあきがみとけとのふんぎで心を浪していることをあさこは知っていたのだ。そしてそれとは言わず明日のことに託して夫に何事かを封したのである。ただあきは口の内で何度も鏡とつぶやいてみた。妻は何かを封している。鏡という言葉は別の何かを言い表しているのだ。新女へ入ってからも 明はそのことを考え続けた。明日こそは、見とけへ行って、よふ房を説得しよう。名分を正して、うなずかれずば最後の手段に出るまで。そう、心を決めていたのである。しかし、妻の話は深く彼を動かした。人の欠点を表から指摘せず、己自ら悟るようにしてやる。 はしたにおける鏡のように、よりふさにも、そういう方法で臨むのが万全だ。では、何をもって鏡に変えるか。ただあきは、ひとねの中で静かに思い巡らした。そして、ずいぶん経ってから、ようやくこれだと思うものを考えつき、彼は一人にっと微笑しながらうなずいた。 翌日の午後、忠明は下城してから、平服のままで、水戸屋敷へ訪れた。水戸家は殺気だっていた。ことに、忠明の訪れを、老中からの強硬な最後通帳の使いと見たものか、歌詞たちはあからさまに敵意を示し、小裸に一線の意置を固示するものさえもあった。不用意に来たら、それまでだった。忠明は、 今更のごとく、妻の風間を聞いたことを喜んだ。よりふさは初はめから、一括をくれるつもりだった。微中の神のために途上を中止したことが、後から思えば無念でならなかった。最後には、道中の責任者である、安倍忠明が来るに違いない。その時こそは、水戸が副将軍であることの意味を知らせてやろう。そう思って、 心中、すでに刃を隠して隠蔽したのであった。忠明には、それがすぐに分かった。しかし、彼はそ知らぬ顔で。ご用にとりまぎれ、久しくご機嫌を伺いませんので、こんにちは、老中の役目を脱ぎ、文を忠明としてお目通りをつかまつりました。そう言って、静かにざえついた。 四。一言でも、それについて言い出したらと、よりふさは鋭くただあきの様子を見合っていたが、彼は静かな調子で世間話を続けた後、いそほ物語のことを持ち出した。よりふさはすでに読んだ知っていたけれど、どこからどう話を持ってくるかと、黙って不機嫌に聞いていた。ただあきはさも興味ありげに、 その偶話をゆっくりと話していた。そして、それが終わると、そのまま辞去するように見えたが、ふと思い出したように。先年、大徳院様ご互いの身切り、ご三家、特にご遺言のお墨付きがあったと受けたまわりましたが、ご当家様には、江戸屋敷に王様でございますか何気ない調子で尋ねた。いかにも。 タイト様ご遺言のお墨付きは、当屋敷に収めてある。恐れながら、拝見を願いましょうや。何の用あったか知らぬが、望みとあらば、苦しからぬことだ。お墨付きの五条目中、文語、ふと覚え違いをつかまつったくだりがございますようで、とかく心もとなく存じておりました。恐れながら、お読み聞け下さいまするなれば、覚え誤りを、 正しておきたいと存じます。よりふさは、近所版に申し付け、宝庫の中から、二代秀忠の遺言状を取り出すた。これは、秀忠が臨終の折、木、美、水、三家を呼んで、遺言として渡したものである。文語、お辞儀の拝見は、恐れ多うございます。何とぞ、 親方様より、お読みっけたまりまするよう。全将軍の遺言状だから、側近の者に読ませるわけにはいかない。頼さは自ら手に取って読み上げた。三家が協力して、徳川宗家を盛り立てるよう。それには、各閣のことを守り、各閣の心得をもって励めという意味のことが、いくつかの条目に分けて書いてある。頼さは、 次々に読んでいったが、やがて、喧嘩両成敗のことという条目へ来たとき、目を閉じて、じっと傾聴していた忠た明が、恐れながら、その五条目、今一度、お読み聞けを願います。と言った。よりふさは、そこだけ繰り返した。それは、三家審判、普代戸様にかかわらず、喧嘩は、固く両成敗たること。 強調したものであった。恐れ入りました。それにて、特診が参りました。なおもよりふさが読み続けようとするのを、ただあきは丁重に謝辞しながら言った。私、そのご条目を覚えたがえたものと存じ、なんとも心落ち着きませんでしたが、ただいま、お読みっけいただきまして、記憶違いでなかったことが、 よくわかり、安藤をつかまつりました。厚く、お礼を申し上げます。そう言って、じっと見上げる忠明の目を、よりふさは、青ずんだ顔で見返していた。本丸、おこびとを切った家臣には、切腹を申しつけそうろう。水戸家から老中へ、そういう届け入れがあったのは、その、 翌日のことであった。ならぬ管理。勘弁ならんというと、どうするんだこのまま生きて終わられません。ジュースケを打ち果たすかそれとも、こちらが打たれるかどっちかに形をつけなければ、私の面目かどうしても立たぬ場合なのです。つまり、 裸し合いをするというのだな。上森又十郎は初めて老いの顔を見た。できるだけ寛認した上のことです。これ以上は臆病者のそしりを受けます。美しく好調した少年の表には、のみで掘りつけたような決意の表情が現れていた。少年の名は第六という、上森又十郎には兄にあたる、 池の五郎右衛門の一人っ子でその時十五歳になり小五将組に上がっていた背丈も二歳ぐらい年上に見えるし頭も明敏で仲間内でもかなり幅を利かしていたようである相手の石川重介というのは物頭の子で体つきは小柄であるがむやみに敏性なちょっかいの早い暖房者として名が通っていた 喧嘩の原因は全く些細なものだが、どうでも果たし合いをするという第六の態度は真剣だった。侍の命は一度御主君に捧げたものだ。それを御馬前のお役に立てないで、私事のために捨てるというのは道に外れているだろう。私にはどうしても賛成できないな。けれども、一文愛たちがたき時は、その場を去らず、潔く勝負して、 存念を晴らすがよし、と、五角君にもはっきり示されております。それだからといって、道に外れたことが正当になるわけではないぞ。それなら、もうお願いしません。そう言って、大六は立ち上がった。そのまま行ってしまいそうにするので、また十郎は、まあ待てと、それを捕らえんばかりに引き止めた。これだけ申しても、 思いとどまれないというなら仕方がない。元気のことだが、お前にだけ打ち合ってやろう。また十郎は座り直して、声を潜めながら、じっと老いの目を見た。実は、ここ半年か一年のうちに、戦が起こりそうなのだ。え戦が起こりそうですって半年か一年のうちだ。それ以上のことは何も話せない。 また十郎は膝を進めた今喧嘩で捨てる命を一年延ばして五馬前のお役に立てる気はないか大六それでもやはり十助と果たし合いをする方がいいか果たし合いはやめます大六は即座にそう答えたけれど戦が起こるというのは本当でしょうね叔父上本当ならもう問題はありませんこれから行って 十と仲直りをしてきます仲直りをするにはお前が謝らなければなるまい謝るくらい何でもありません大六は臨前とそう言って柔介のところへ出かけた向こうでは岩橋何がしという侍を海沿いに頼んで約束の場所へ出かけようとしていた和解しようという大六の申し出が嘲笑されたのは言うまでもない じゅうすけとその仲間は、あらゆる方法で恥ずかしめたり、笑ったりした。地面へ座って、両手をついて謝れ、と言った。第六はその通りにした。いくらでも笑うがいい。今に戦になったら、俺の本当の値打ちを見せてやるぞ。そう思いながら、歯を食いしばって、我慢し通した。この話は、たちまち城中へ広まった。 第六の評判は良くなかった少年同士でも一旦果たし合いの約束までしたのなら潔く勝負をすべきである土下座までして約束を取り消すというのはむしろ臆病と言わなければなるまいそういう票が多かったけれども第六はどんな票を聞いても痛くも痒くもなかったそして一心に乗馬の稽古と槍の練習を励んだ 内立ちも熱心にやった。すべてを近づく合戦に備えて何もかも忘れたひたむきな稽古ぶりがやがて少しずつ家中の人の注目を引き始めた十助に謝ったのは臆病からではなかったかもしれないそうだ十助と果たし合いをして勝っても仕方がないからな謝れないところ謝るということは本当の勇気がなくてはできないものだ 今度はそういう表が立ち始めた。もちろんこれとしても、第六にはどちらでも良い評判で、彼はただ来たるべき戦ということを目標に黙って自分の修行を続けていたのである。こうして一年の月日が経った。けれど天下は太平で合戦の始まりそうな話はどこにもなかった。それである時、第六はたまりかねたようにそのことを 叔父にただしたあああの時の話かまた十郎は笑いもしないで答えた喜ぶがいいあれは心配したほどのこともなく無事に収まった天下は大変だ戦などはないから安心するがいい戦などはないのですって少年はきっとおじの顔を見たでは第録の面目はどうなるのですか重助連れに土下座をして 早まった私の武士道はどうなるのですかどうなるものかお前は立派に生きてご奉公しているじゃないかこの頃は武芸も上達したようだし見たところ体も創建だおそらくこれからも生きてご奉公ができるだろうお前の武道はちゃんと立っているよでは自由へは初めから初めも終わりもないさ又、ま、十郎は平然とそう言った あの時お前はどうしても管理にならぬと言った。それが間もなく戦があるぞと聞いただけで土下座までして果たし合いを取り消した。つまり、なる管理だったのだ。侍にはご奉公の他にならぬ管理などということはないものだ。大六は唇を噛み、コベを垂れた。あの時、十助と果たし合いをしたらどうだまた十郎は、 少し間を置いていった。相手を切れば、お前も切腹をしなければならぬ。勝っても負けても、今日お前は生きてはいられなかったのだ。繰り返して言うが、武士には、ご方向のかに捨てるべき命はないものだぞ。